今日の英単語っていう形で紹介していきますね Visit ってやつですね Visit ってね、みんなね、訪問するって覚えるんですよでもね、昔の人はね、なぜ訪問するって訳したのかそれはね おをつけらられるからです、ね、そう多動詞ってねなんか「お」がつくやつっていうふうに勉強する人たちがいるんですよ結構ねだからきちんと「お」がつくほら多動詞だよって教えてくれてるわけなんですよでも多くの人はね「お」無視でしょただただ訪問するんですでさらに訪問するってなんで訳されてるのかってねちゃんと理由があるんですよそれは「Visit」ですねこの「Vis」っていうやつですけどなん、ね、かの単語と似てないですか?「Vision」とか「ね、視点」とか「Visual」「Visual」とかってういますねそうなんですこれね見るって意味なんですよ だここれれ見に行くって意味でですこれ実はでなんでこれわざわざねじゃあ訪問する行くとちょっと違うんですよ。ットっていうのは例えば、えー、I visited the zoo です、ね、はい、に行きましたでこれほらだって日本語だと「zoo を訪問するとは言わないでしょ。これほら「zoo っていうのは動物とかを見に行くからなんですね。でさっき「I visited the museum」っていうふうにねそうミュージアムって何か作品を見に行くわけじゃん。さらに「I visited John」って言いますよね。そうこれジョンに会いに行くってことなんですよ。 で、日本語だと、人を訪問するって言えるから、県を訪問する、県の家を訪問するとか言えるから、だから、わざわざ訪問するって訳されてるんですけど、あ、見に行くなんだなって覚えていれば大丈夫ですね。そう、だから必ずしも、go to と同じになるわけじゃないですかね。I visit the bank って言ったら、うーん。 バンクを見にに行行く、く、えー、視察しに行くのかかなとかね、そういう風になっちゃうのでだから「Visit」ってそっか誰かに会いに行くとか何かを見に行くんだなっていう風に知ってるといいですよ、はい、だから「Visit」「たどおしい」だけで覚えるんじゃなくて、えー、そういった使い方っていうのもこれから覚えてってくださいはい、えー、ご視聴ありがとうございましたはい、ではですね今日の英単語をやっていきますね今日の英単語は「Mary」 っていう単語です、ね「メリー」っていうのは結婚するってやつですけどもともとねこれね若い男の人っていう意味のね、えー、単語は実はここの部分なんですけど、えー、そこから「夫」っていう意味がねここに生まれてでその「夫」が妻を持つっていう意味のね動詞になって、えー、生まれた単語って言われてます。 で、こいつはね、使い方が非常に間違いやすいので気をつけなきゃいけません。例えば、ジョンがえスーザンと結婚しましたっていう時ですけど、ジョンメリー・ r i e d Susan ですね、with をつけちゃダメですよ。そのままジョンメリー・ r i e d Susan っていうふうに言ってやってください。で、これがなんでよく問われるのかっていうと、他の表現があるからなんですね。こういうふうにも言えるんですよ。ジョンがメ t リー・ r r i e d to s u s get married to ですね、これでも結婚するという意味になりますね。 まあ、受動体とかって言われるやつですけど、まあ、名前はどうでもいいです、ね。そういった表現があるんだなっていうふうにしておいてください。だこれで覚えておいてください。John got married to Susan。で、ここを with にしちゃう人が多いってことです。まあ、確かにネイティブの中では若干 with にしてる人いるんですけど、でも一応 to で覚えてください。入試とかではこれで覚えなきゃいけないですから、John got married to Susan。さらには、John は Susan と結婚していますっていう時に、John is married to Susan っていうふうに出てきます。なので、この get married to とか be married to ってやつですが、こっちは結婚するで。 こっちは結婚しているみたいな意味になるんですけども、まあ、同じ意味だと思っている人結構いるので、ちょっと分けてみましたけど、はい、この3つの用法っていうのが入試では問われやすいので、えきちんとね、m a r メリー・スー o ン、ジ s ン・ n j o h リー・ s ー a ン、ジ i e d ス・ o リー・ s ー n ンていうふうに覚えてください。もちろんいいですよ、あなたが結婚したい人の名前をここに入れて、ね、それでやって覚えていけばそれでいいわけですね。だから、メリーで、メリー・ get、married to 人 be married to 人って覚えるんじゃなくて、具体的な文で覚えていってください。そうすれば使えるようになりますから。はい、ということで、今回 今回の授業はここまでです。はい、チャンネル登録、高評価、ぜひぜひお願いします。今日の英単語ってやつですが、appear っていう単語ですね。appear にはまあ知ってる人もいると思いますけど、意味が二つありますね。なんとなんですか？そうそうそう。さっきやったなんとかに見えるっていう意味と、そう出現するっていうね、二つの意味があるよね。で、出現するっていうのを二語で言うとなんかわかりますそう？show up とかね。そうそうそう結構有名でね、show up ね。 ね、あ何でもいいですよ「He appeared」でね「John appeared ああ」「あジョン来たよと」とそういうふうに言ったりとか「ジョン showed up」とかね「現れたよ」っていうふうに言うことができるんですがこれ2つ意味があるので厄介なね、な時が出てきちゃうんですよ。 動詞の時は全然難しくないんですよ。すぐ文見ればわかるんですよ。アピアの後ろに形容詞とか来てれば、あなんとかに見えるっていう意味だし、アピアでオンステージみたいな形になれば、後ろに前置詞プラス名詞来てるから出現だなとかってね、分かったりするんだけど、名詞の時はちょっと厄介なんで、ね、このアピアランスっていうのをきちんと押さえておきましょう。アピアっていうのが出現するとなんとかに見えるっていう意味があるので、見た目っていう意味と出現っていう二つの意味があるので、だから気をつけてください。これがややこしいんですよ。 なんで、はい。彼の身体的な見た目ですね。そうそう。彼の見た目、体の見た目っていう意味と。His sudden appearance 彼の突然の出現ですね。はい。突然の見た目って分かんないですからす、ね。体の出現。<laughs> 体の出現、すごいな、それ。はい。ジュリュリュみたいなね。はい。で、一応だから文脈とか、こういうくっついてるもので分かることはできるので、そんなに心配しないでください。 でなんで2つも意味があるのさって思うんですけどいや簡単じゃん出現するっていうのも見た目っていうのもこのまあピアのところなんですけどアピアのねそうここが実は見るっていう意味なんだけどね見るとか見えるっていう意味なのさ だ見えるようになったらでしょまあ漢字の出現の弦の字にも見るがついてますね。出てきて見えるようになればそれは出現。見た目もそうですね。見えるだから。そうどちらも見えるつながりなんですよ。名詞の場合に意味が2つあって見分けなきゃいけないなんて問題も出題されることがあるのでえきちんと覚えておきましょうということでした。まあこんな感じで、ね、やっていきますので是非ですね、この動画良かったらグッドボタン、高評価そしてチャンネル登録をお願いします。 今日の英単語。今回は Grow ってやつです。こいつね、めっちゃ出るんですよ。入試問題ね、すごく出題されるので、ぜひ覚えておいてください。で意味しますね。成長するっていう意味なんですけど、実は仲間の単語を書いてそう、グラスとかグリーンと、このほら、GR の部分同じですね。グラスとかグリーンとかって、実は仲間なんですよ。グラス、意外と知らない人多いんですけど、グラスって知ってますそうグラスって草って意味です、ね。草、ね、って笑うって意味じゃないですかね。間違いないですよね。笑わないでくださいね。違いますよ。グリーンっていうのは緑っていう意味ですね。 はい、そうだからほら緑草が育つえ実はこういう仲間なんですけどこやつのね使い方がめちゃくちゃよく出るんですよで例文で見ていくんですがそう実は成長するだけじゃなくてですねこいつ多動資さんっていうのになってですね後ろに名称を置くこともできるんですよ Grow flowers って言ったらこれ花を育てるっていう意味になるんですよで野菜だったら Grow vegetables っていうふうに言えるんですよで<え> We grow flowers とか We grow vegetables って言うんですよそうするとですね 今度はあそうなんだ育てるっていう意味あんだって思ってですね Grow Children とかって言っちゃう人が出てきちゃいますだこれがただただ日本語訳に置き換えることの弊害ですこれは言えません Grow っていうのは後ろに置けるのは植物だけです Grow fruit って言ってもいいですね A fruit. あの基本、不可算名詞で使いますから、日本フルーツって言って S つけて使うことが多いですけど、不、え、可、ー、算名詞で使うことが多いんです、実は。Grow fruit とか、Grow flowers とか、Grow vegetables っていうのは OK ですけど、Grow children とかっていうのはダメです。動物は使ってはいけません。植物だけです。まあ、いずれ、ね、習うと思いますけど、r a s e とかね、r a s e children 子供を育てるとかってね、ねあげるだけじゃなくて育てるっていうのも覚えていかなきゃいけません。あとは Grow up っていうのがよく出てきますね。I grew up in Japan とかね。上の方は多動詞としてね、使えてましたけど、この アップがついた場合っていうのは必ず自動して使うんですよ気をつけてください、ね、絶対後ろに目的を置いちゃいけないんですでそれに対していずれ習いますよこの Bring up children とかねこの場合は 多動詞でで使ううんんだよよよとかっていうのがよく問われるんですよグローアップは自動詞、bring up は多動詞っていうのも、グローアップインジャパンって言えれば勝手に、はいはい自動詞ですね。bring up children あ後ろに目的語を取ってるからあ、だから多動詞ですね。勝手に覚えられますね。でこれはどこのレベルの大学でも必要です。で、難関大学になったらこの上が出てきますから、grow flowers とか grow vegetables っていうのが出てきますで。こっちも知らなきゃいけない。そしてライティングだと、grow children という間違いがいっぱい出てきます。はい、なんで、これらの知識を覚えておく必要があるんですが、それをわざわざグロ w 植物とか、グロ o w up 自動詞、ブリングアップ多動詞って覚えても使えるようにはなりません必ず具体例を覚えておくようにしてくださいご視聴ありがとうございました今日の英単語です、ね、explain っていうのはねとっても面白いんですがこの p l a n っていうね単語が隠れてるんですけどどうですか ?plane って知ってますそう明白なって意味ですねはっきりしたものにしてあげるって言いますで p l a n って同じ音でスペル違うのあんの知らないですか そうそうそう。平らなって言うんですね。これ、だから平らな、平いなって、これ同じ単語だったんですよ、もともと。そう、だから平いなものにしてやるっていう意味ですね。で、で実は平らな、フラットっていう、まあいずれやりますけど、P と F ってね、兄弟なんですけど、で平らなっていうのもこれとこれね、実は兄弟だし、平らな場所っていうところから place っていうのが来てるんですね。実はこやつらが仲間だったんですね。まあこういうふうにね、語源ってやつですけど、こうああ、なんだ、英単語って面白いってね、思えてきたりもするので、こういった知識もね、与えていきますので、楽しみにしてください。高評価、チャンネル登録、お願いします。 しますそれではですね、えー、今日の英単語に行きますね今日の英単語はレンドとレントっていうやつです非常にねややこしいんですよこれねそもそもほら日本人 L と R 区別できないから似てんですよ音がねでランドっていうのは貸すってやつですね大丈夫ですか貸すじゃないですかねそうあでもそっか地方によっては貸すっていう意味が貸すになるのかはいでラ、えっと、ンドっていうのはあのローンって聞いたことありますね そうローンを組むとかってこれ同じ単語ですもともとこれ貸すっていうので、えー、覚えやすいですけどこの「レントっていうのがね厄介なんですよはい「レントって何て覚えてますそう借りるって覚えてますよねそうするとねまた「バ o r っていうほら借りるっていうのがいて分かんなくなっちゃうっていう人がすごく多いんですねで「レントっていうのはまあ結構ね習うんだけどお金を通して借りるやつだよっていうふうに習いますね 合ってるよ。それは確かに正しいね。非常に大事なんだけどそれしか知らないそこまでしか知らないっていう人が多いので気をつけてくださいね。え例えば「We rented a car」とかって言いますねレンタカーってここから来てるんですよ「rent a car」だから「rent a c って言うんですけど「We rented a car」って言えば車を 借りましたでも車を借りた普通に We borrowed a car って言った場合に車を借りたって言ったらなんか友達からで、ね、車を借りたみたいな感じですが We rented a car って言った場合はお金を払ってそのレンタカーの会社にね払ってる感じなんですよあちなみにアメリカだと「レント」サイパーに行った時は「レント」って書いてありましたけど「レント a car」って書いてありましたけどイギリス圏だと「hire」っていうので、ね、普通「hire」ってなんか雇うで有名ですけどこういう風に車借りたい時には「hire」っていう,うんですよまあ日本でもね「hire」って っていうカタカナで使ったりしますけど、だからニュージーランド行ったときは、ハイヤーって書いてますね。ハイヤーって書いてますね。はい、カー。が話を戻します。はい。で、We rented a car って、あ、知ってる、知ってる、お金払って借りたんだなって思うんですけど、レントって実はお金を通して貸すって意味もあるので、これ気をつけてください。そう、だから借りるとは限らないですからね。貸すって意味でも出てくるので、えー、気をつけてください。そう、レンドとの違い、レントは必ずお金を通すんですけど、はい、貸すって意味でできます。だから気をつけてね。そういう時は、まあ別になくてもいいんですけど、一応アウトとか、 to ってていいいうのががついてることが多いですだって「We rent a room」って言ったらさほら家借りてんのか貸してんのか分かんないので,でそういう時に「out」をつけてやると「We rent out a room」って言ってやるとそれ貸すっていう意味になんですね。で「We rent out a room to can」ってねほら「can」にさっきやりましたね矢印こっち向き「can」に向かって貸してあげたよっていう形で「貸す」っていう意味の場合は「out」とか「to」がついてることが多いです。 だからそうするとややこしくないから。ね、部屋を貸してあげたよとかね。あとは名詞でね、家賃って意味でも出てきたりとか、レベルが高いので出てくるし、あとは難関大学受ける人はこのレントっていうのがリースってなっていく 出てくくるるこことももあるのでお気をつけくださいこれもね同じですカスって意味と借りるってほとんどレンタと同じように使いますのでこの we lease out a room to ten みたいな形でも使いますカすでも借りるでもこいつもよく使いますだからねどっかの会社ねトーマルタレンタリースとかってねあれこれそうレントとリースを合体させた造語ですね高校生とかだとリースって知らないかもしれないですけど結構日本でもリースっていう単語は使われてきてますね,ねお金払って何か借りるときリースって結構使うようになってきてますので、ねはい、こいつらはほとんど同じような形で使う。 割れます。はい、これはね難関大でも問われるところなので、えー、ぜひぜひ知っておいてください。はい、えー、ご視聴ありがとうございました。えー、この動画良かったら高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。はい、では最後ですね。今日の英単語をやりますが ATM という風に書いてあるんですが、この ATM って何の略だか知ってます？ね、意外と知らないんでね。んねはい。Automatic t e l e machine って言います。まあ automated でもいいんですけど、自動的なテラーのマシンでやるって言ってまテラーってね何だかわかります？ 出納係ですかダメですよこれ水筒ですからね。水筒って言っても遠足の時に持ってるくやつじゃないんですよ。音読みでよくわかんなかったら、訓読み変えればいいんです。出す、収めるですね。そう、お金を出したり収めたりする人のことなんですがそれをテラーっていうわけですね。だから、バンクテラーっていうね、銀行のこのお金出したりする人のことね。それ水筒係って言うんですけど、そう、なんでそれ水筒係っていうのテラーなんだえ、言う人って思うんですけど、テロって実はもともとね、こいつね、数えるって意味だったんですよ。 今は使わないですよ言ってます。数えることができるとですね、どういうかとかっていうとね、分けることができまんですね。で、どういうことって言ったら、例えばクラスの中で、はい、メガネかけてる人が何人いますかとかですね、長髪の人、何人いますか坊主の人が何人いますかメガネが5人だから、はい、メガネの人を分けるで。そういうふうにできるわけです、ね。入試問題でも出てきますね。I can't tell John from Ken とかって、tell A from B とかって覚えるやつですね、これね。A と B を区別する。で、d i s t i n g i がいいーかいだ、ね、と いいですよそれは覚えていいですけど AfromB って言って一つも例文浮かばない人が多いですね。ねそう John、とケンを分けますねなんかめっちゃ似てる双子なんだけどそういう時に使ったりしますね。John、とケンの区別がつきませんってことですねキャントがついてるので次に。 I can't tell the difference. その違いが分かんないよ。分けるとね、分かるって日本語もそうなんですよ。明らかに繋がってますねそう。同じように分けると分かるって。それメガネの人を分けるとか、挑発の人を分けるってことは、あなたはメガネってものが何だか分かってるし、挑発ってものが何だか分かってますね。他にも、I can't tell whether c a n is right or not.Whether A or B とかってやつね。正しいか正しくないかが分かりません。まだ知らなくていいですよ。こんな難しい表現は。ただ、 わかるっていうので覚えてますね。だからアンダースタンジェだと思ってる人がいっぱいいるんですよ。それで英作文書いてきて罰もらう人がいるんですけど、基本的にテオっていうのは見分けられないっていう時に使います。見てわかりますね。違いがわかるってことは、それ違い見分けるわけですね。県が正しいか正しくないかが分けられない。だからわからないですね。この分けるっていう意味が残っている時に使うことが多いんですね。 で、さらに、can't っていうのとよく使われるからですね。I can't tell とかね、わかんない。だから何でもかんでもわかるって日本語で覚えちゃダメですよ。区別するっていうニュアンスが入っている時にしか使いません。わかるってことは他の人に伝えることができますね。だかからら数えるっていうものから 分けるっていうことができて、分けるから分かる。で、分かってるから伝えることができる。で、今はこの伝えるの意味がほとんどですけど、実はこういう変化をたどってきたんです。こうやって歴史をたどってやれば、テルっていうのはこういう風になるんだっていうことが実は分かるわけです。ただ、使い方覚えてくださいね。で、1個、キャン t っていうのは、はい、ノットがついてますね。ノットがついてる場合は、 助動詞も強く読まれますので、そこは忘れないでください。はい、not 否定語はついてる場合は、だから I can't tell ですね。I can't tell、not ついてない弱いですか、I can't tell って言った場合は否定語はついてる、そう否定語っていうのは違うんだよっていう強調になるので、強く読まれるんですね。I can't tell from、can から can こういった形で使われるんだっていうのは知っておいてください。はい、今回はですね、だいぶ情報量が多かったと思いますが、ぜひ復習して使えるようになってください。はい、えー、この動画良かったら高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。 はい。今日の英単語ですね。オープンとクローズってめちゃむずいってやつです。日本人にとって <laughs> かなり大変なんですよ、これね。気をつけてください。で、オープンっていうのは、そう、動詞、形容詞、二つあるんですね。え、クローズっていうのは、そう、動詞。まあもちろん、形容詞の場合、クローズ近いっていうね、発音も違っちゃいますけど、っていうのがあるんですが、ね、これね、意外と難しいんですよ。そのお店、はい、空いてるよって何て言いますか はい、The shop is open is って言いますね,、はい、ねお店開いてるよじゃあ逆にお店が閉まってるよだったら「はい、The shop is closed」って言います、はい、これ間違いないわけでくださいねそうどちらも形容詞です、ね、まあほら文型とかっていうやつだと SV で形容詞微、はい、動詞の後ろに置かれるやつ、はい、そうそうそう C ってやつでしたねそう形容詞単体の場合は C 名詞を就職しているもしくは就職してないやつのことを C という、ね、でだこれも「shop is closed」っていうふうに同じです まあ、あの受け身とかって習っててね閉められているとかってね思う人もいるかもしんないですけどいいんですこれで形容詞だと思ってくださいそう形容詞はですクローズではありませんいいです、ね、だからお店にさしょっちゅうさあるじゃん看板オープンってねこれ開けって意味じゃないですからね開けろじゃないですから、ね、開いてるってやつですで日本のさ看板さ「クローズ」って書いてるのめっちゃ多いでしょ閉めろってこと でオープン、クローズでこうひっくり返すやつ。これだったら開けろ、閉めろ、開けろ、閉めろって書いてあるわけですよ。違いますからね。ねオープンって開いているっていう意味ですから、だから後ろクローズじゃダメなんですよ。ね、だから後ろはクローズドじゃないといけないんですよ。ね、閉まってますよ、閉店してるとこですよっていうふうにならなきゃいけないんですよ。だ気をつけてください。クローズドですからね、これ、ね。クローズって書いてあったら、リー書き足していってください。ね きっとこう逮捕されますけど、ね、はいね、そうだから気になってしょうがないですね。オープン、クローズ、開けろ、閉めろとかですね。いみたいなねお前がやる仕事だろうとかと思うんですけど、ね <laughs> ねそう、あれ閉まっているですからね、これ形容詞ですので。じゃあ、はい、私はでドアが閉まったままに、そのドアを閉まったままにしておきましたって言ったらどうしますね意図的に,です、ね、意図的にそれ閉まったままにしてたやつったら、<laughs> I kept the door closed ド、ド入れてくださいね。 だここ、クローズにしちゃダメですよ。これ出るんです選択肢にいたりするんですよ。オープンの場合は、そのままオープンにしなきゃいけない。オープン、do はダメなんですよ。オープンって書かなきゃいけない。それに対して、クローズの方は、I kept t h e door closed っていうふうに、do をつけなきゃいけない。はい、大丈夫ですね。SV し O をしがしのままの状態にしておくってやつです。ねい語単体で。 使われる場合は C です、ね、ドアがクローズドな状態にしておくはい、えー、ということでね O を C のままにしておくっていうのがこのキープの使い方なんですがオープンとクローズドが出てくると間違える人がすごく多い、えー、だから当然4択の問題でも間違えるし作文とかスピーキングでも間違える人が非常に多いのでここは確実に押さえておいてください、えー、チャンネル登録と高評価をお願いします はいそれでは今日の英単語ゲットについてやってみましょうえ e ゲットね実は今までの講座の中でさまざまな形を紹介してたって気がつきました最初はいケンが the station はいどういう意味ですかそうケンは駅に着いたってやつね2個目はケンが angry これ第2文献のところでやりましたね怒ったって意味ですね怒ったかなってですね <laughs> 次がケンがさんふっていうのはそうそうそうゲットしたって意味ね皆さんが一番よく知ってるやつですねでこれ文献っていうのを一応取ってやると 全知詞,詞,、ね、詞が支えてやってますね。先生によっては、これは全知識を足す名詞っていうのは就職語になるよ。だから M だよって教える人もいます。え、マゾなんですか違いますよ。森田、違いますよ。えー、ますよマリファイヤーっていうですね、就職語って意味なんですけど、知らなくてもいいです。全知、はい、詞を足す名詞で塊だと思います。はい、次は、angry は何しそう、形容詞ですね。形容詞は、そうですね。名詞を就職するか保護になる。今回は。 就職するる名いいななから保護になるとが次はサンフードですね。県と食べ物はイコールではありません。イコールじゃない名詞のことを目的語っていうと。でそれぞれがまあ一応第一文型第二文型第三文型ってなってるんですけど意味が違いますね。そうなんですよ。形が変われば意味が変わるんですよ。じゃあ他の例はいこいつはんが見サンフードはそう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 。第四文型ってやつになりますね、はい。私にフードを ゲットしてくれたしてあげるとかしてくれるっていうのが第4文系ってやつですね。与える系、義務みたいな意味になるよっつったねあ。ただこれほら逆にするとどうなるでしょう ?O1 と O2 を逆にすると。Got some food for me っていうふうになるんだってやりましたよね。覚えてますかで最後。Okay, got food ready. さっきやりましたね。フードの準備をしました。O を C にするってやつです。でこれがまあ第4文系、第5文系っていうお名前がついてる。で文系が変わればそう意味が変わる。だから。 日本で文系っていうのが重視されるわけなんですよそんなんできたって喋れないじゃないかまあまあまあその気持ちはよくわかりますでもこれ知っているといろいろ役立つことがね後々出てくるんですよ o 1 o 2の形としたらだいたい上げるって意味だここに全然あなたの知らない単語が出てきても上げたんだなぁっていうのが推測できるわけじゃないでまあいずれね第5文系ついてはもうちょっと詳しくやるけど第5文系もやっぱ似たような意味がねたくさん出てくるんですよえー、第一文系だったらだいたい全市がそれ移動するのかとかそこにあるよとかいるよとかっていう意味になるっていうのをして くれるんですよ「Live in Tokyo」つったら「あ i n ってなんか中にだからあそこにいるんだなっていうふうにわかるし「Go to Schools」「a r o で移動するんだなとかねそういうのがわかるようになったりするし SVC だったらなんとかのままであるとか。 になるっていう意味になることが多いので、この形取ってるから、ああ、ここはこういう意味だろうなって推測できたりするわけです。ちょっとで、ね、第三文は無理な山ほど意味があるので、推測はなかなか難しいんですけども。第三文型以外の動詞であれば、推測するときに役立つんですよ。読んでるときに、わかんない表現に出会っても、こういつを知っていれば役立つよっていうことがあるんです。だから、伝統的に使われるんです。まあ、もちろん、ただ書いたり、喋ったりするようになるってわけではないですから。具体例を覚えていかなきゃいけません。ただただ、ゲット形容詞って覚えたりとか、S. V. O. C. って覚えてもだめです。どういうキャラを取れるのかって、知っていかないと。 使えるようにはなりません。だから伝統的な日本でね。習ってる文法もとても大事だし、こうやって世界的にね。習うどうやったら使えるようになれるのかっていうのも大事です。両方やっていって、きちんと文法も理解するし、そして使えるようになる。これを目指していきましょう。はい、いいですね。はい、ちょっと髪の毛がずっとピンってなってますけど。はい、この動画良かったらですね。高評価チャンネル登録よろしくお願いします。 はい、今日の英単語ですね。wear versus put on ですねこの進行形が非常に厄介になるやつですね。こう英検がね、もう大好きなんですよ。しょっちゅう問うの。でも間違って教えてる人たちが山ほどいますね、今のところ。ね、だから英語の先生って言われる人たちがすごく間違ってるところなので気をつけてください。さあ、行きますね。さあ、この2つの違いは何でしょう。c a n is wearing glasses と c a n is pulling on glasses っていうふうになるわけです。この違い、さあ、何だかわかります このね、えー、w e a r っていうやつなんですけど身につけるとかねこだから眼鏡だけじゃなくていいですね帽子でもさ服でもズボンでも何でも「w e a r で英語言えますね put も同じように言えるんですけど何ですかこれそう。両方着るって覚えちゃってる人がいるんだけどそれじゃだ目ですよ。あとね間違って教えてる人は「えー、w e a r は状態同士なので進行形にできないとかね、まあ、次回やります状態同士っていうのはね「w e a r っていうのは状態同士だから進行形にできないんだよとかっていう嘘を教えてる人があまりに多いこの国ですね。 いかに英語を使えてないか。<laughs> はい、えー。だからこれ、いや、進行形で使いますよ、全然。c a n h e s wearing glasses。これは合ってる分です。それに対して、こっち、c a n h e s playing on glasses っていうのね。どう違いますこっちが状態同士、こっちが動作同士とか覚えてるんですかそうじゃないです。違います。間違ってます。はい。はい、で、AKEN や、えー、トイックが、まあ、トイック昔よく出たね。今、今英検がすごい好きなんでやっていきますね。c a n h e s wearing glasses っていうのはこうです。 はいそれに対して「c a n is p u i n g on glasses」ね「put on」っていうのは「身につける」という意味でこう Ken は身につけている最中です身につけている途中ですっていう意味ですだからこういうことですね身につけている途中だよっていう意味です、はい、だから違うんですよこれ「Wear」が状態同士ではなく「Wear」が進行形で使われる時は で身につけている、はい、進行形の時に身につけている状態って意味ですそれに対して下は身につけている最中身につけている途中だよって意味ですでそこを気をつけてください、ね、is putting on glass on ですねで非常にややこしいんですよだからさ英検英検しょっちゅうこの絵出てくるんじゃん面接のやつにね これを出したいからです。で、多くの人がこうやって答えちゃうから×、はい、バツってやつですで同じことがね言えるんですよ他にもはいこれですね「riding the bus と「getting on the bus はいどう違います <laughs> こっちはケン、はい、はもうバスに乗ってる状態ですそれに対して「ケン t ス・ n g o ン t オン・ダ・バス」って言った場合は、はい、バスに乗り込んでいる最中ですね「ゲット・オン」ですね ライドもゲットも乗るって覚えてるんですけど進行形にしたら全然意味が違うので気をつけてください。ゲット・オン・ダバスっていうのはこう乗るこの動作なんですよ。なんで、ケン・スキャリング・オン・ダバスって言ったらこう乗っている最中なんですよ。なのでえここ間違えないように注意してください、ねえ。じゃあ最後ですね、はい、じゃあ車に乗り込んでいる最中ですって言ったらどうしますこれねめちゃくちゃ間違えやすいんだよ。英検の、ね、絵に出てくるんですよ、車に乗り込んでいる最中の人の絵。 車に乗り込んでいる最中の場合は、まあンが乗り込んでいるとしましょうかそしたら「ケンナツゲティングダカー」っていうふうに「イン」になるので気をつけてください、うん、そう、えー、車っていうのはこういう空間ですね「イン」って空間ってよくありますけどそういうのが。 そういうのに焦点が当たる感じですねだ車の中に入る感じそれに対して Get on the bus とか Get on the train とか Get on the bus とか Get on the plane ですね飛行機とか Get on the ship とかっていうのはこのこういうあれすごいとこから足が生えた、はいですねえー、こういう面にそうオンは接触ってよくありますけどその面に接触してる感があるので だから、ゲロンダ・バスとかゲロンダ・トレインっていうふうに。 オンになるんでですすよ接触ってやつですこれね、えー、と英語の先生たちにこの英検面接対策の教え方とかってや授業をやる時があるんですけど一番間違いが多かったのがこれですね「ゲット・オン・ car って言っちゃう人がすごく多かった、えー、だから気をつけてくださいこっちは「ゲッ t オン・ダ・カー」ですね「ゲッン・ダ・バース」ねもちろんあの理屈を覚えていいですよ「ああだからそうか空間か接触かで納得する」ね「納得してもいいし、えー、具体例を覚えればいいですそれ「ゲ on t ン・ダ・バース」やればそれで構いません。はい、こんんな感じでちゃととね、えー、進行形の、ね、意外と問われる ところっていうのを説明してみました。はい、もしこの動画良かったら高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。え最後スタンドですね。こうやつも気をつけなければいけません。あどっちが入るでしょう。入ったタワーなんとかあったタップタヘア。ヘアは丘ですね。丘の一番てっぺんのところにタワーが立っているつっ,った場合、さあどっちでしょう。答えはこっちなんですね。 はい、the tower stands at the top of the hill. っていうのと、Ken is standing over there.Ken はそこに立ってるよっていうので、これ違うんですよね。かりますか上の方は、タワーっていうのは自分で立ったり座ったりできないですね。立ち始めるとか、立つのをやめるとかできないですね。それに対して、人ですね、Ken。Ken is standing over there. そこに立ってるよっていう Ken は自分で立ったり座ったりできますね。そう、始めや終わりがはっきりしてますね。 それでは同じどうしてもこういうふうに状態同士的に進行形にできなかったりするわけなんですねその意味によってね分かれることだってあるんですよ使い方ねはいそういう形ですね、えー、こういったところもきちんと覚えておきましょう基本的には状態同士は始めや終わりがはっきりしてなくて進行形にできないそうビータ NG にできない進行形にできないっていうのをはっきり覚えてください例外ばっかり覚えてもしょうがないですから。 まずはそういったものなんだなと覚えていきましょう具体例をね使ってちゃんとねその違いとかっていうのを覚えていくことをお勧めしますはい高評価チャンネル登録よろしくお願いしますはいでは今日の英単語アテンドいってみましょうまあいろんな進行形でねいろんな意味あって大変だっていうので意外とね驚いたかもしれないですがアテンド厄介な単語ですのでえきちんと覚えておかなきゃいけませんまあもともとはね いずれやります「アット」とか「アップ」とか「アック」とか「アス」とかねついてるやつらっていうのは「まあ、to の意味を表すやつですねラテン語とかフランス語の「ア」っていうのは英語の「to にあたりますで「トゥ」っていうのはこっち向きの矢印って前にありましたけどこっちにって言いですで「テント」は「伸ばす」って意味ですいずれやりますいろんなのであだからテンションとかテンションって緊張って意味ですねテンションが高い「ふふみたいな意味では使いませんので,でこれピンと張り詰めてるって意味ですからそう緊張状態の子ですねでだから「テント」って言うんですよ テントを張るって言いますけどそうですすねねピンンとっっててまテト言うんですでいろんなのが出てきますから外に X は外って言いますね外に伸ばすエクステンドとかっていうのが出てきたりさまざまなものが出てくるので、まあ、いずれそれはやっていきます、えー、アテンドは使い方が要注意なので覚えておきましょうねアテン e ミーリン g ですね今日普通にやりましたがこの表現は覚えておいてください何でって言ったらアテンドこれ多動詞だよっていうのが問われるんで 入手も出てくるしトイックでも問われたことあるんですけど、アテンドトゥーとかね、アテンドアットとかね、インとか入れないでくださいね。アテン a ミーティングっていうふうに、それ会議に参加するですね。さらに、アテンドゥアパーソンですね。 出ててききちゃうことがあるので一応やっておきますねそうアテンドっていうのはそっちに手を伸ばしてですね、えー、こそっちに手を伸ばすとこっちに向かっていくわけですね伸ばしていくわけですねそれに出席するっていうイメージもあるし更にはその人にお世話を伸ばしてやる、ね、お世話をこうやって与えているそういうイメージを持ってくださいなので、えー、世話するっていう意味もありますでさらに他にもアテンドって言ってその注目する注意するそっち側に注意をこう伸ばすっていう意味もあるんですがそれはまず見かけることはないので。 アテンドってねだだからあるんんけどやりません辞書によっても多動詞でその注意を払うってやつが載ってんのと載ってないのが分かれてるぐらいなんで、えー、なんで使わないから載せなかったですけどで何が厄介かっていうとこの使い方だけじゃなくてですねこれもあんまり出ないですけどでそれぞれの派生語的な名詞が厄介なんです。えどういうことかっついうと出席する出席っていう名詞の場合はアテンダンスですね。えー、とトイックなんかを受ける人は出席者数っていうのでも出題されます。 一人一人の出席者のことをアテンディーと言いますね。まあ、一応数えられるので案を打っておきますが、えー、アテンディーというふうになります。で、えー、お世話をするだと、はい、キャビンアテンダントとかって言いますね。あんまり言わない表現ですよあの。フライトアテンダントですね。フライトアテンダントの方がよく使います。そう、アントってね、なんか形容詞って覚えてる人結構いるんですけど、人って意味もありますので、気をつけくださいだからお世話をする人で、人だから数えられるのは当たり前ですからね、これね。えー、というふうにも使いますし、あとはそう注目する。 pay attention 注目というのでこんな派生語たちの名詞があるので,でこれがちょっとややこしいかなと思いますね。まあ世話をしてあげるってことは確かに注意をその人に向けてあげるってことなんで意味をつなげるのは覚えやすいんですけど、ね、こういった派生語の意味が違うのでそれぞれですね。はい、出席、出席者数出席者ですね。世話をする日と お世話がっかりですね乗務員なんでそういうふうに分かれるのかっていうとこういった意味の違いからこんな風にいろんなキャラクターがあると思ってくださいね。でもどれも最初はそっちにこう伸ばすっていう、ね、意味から、えー、来てるものなんですね。はい ということで、ね、そうこれはいずれやっていきますけど仲間っていうのはまとめて覚えた方が覚えやすく忘れにくくなることが多いのでこういった形でもやっていくと思ってくださいはいこの授業ですねやったら高評価チャンネル登録よろしくお願いします英、えー、作文で非常に間違える人が多いのがこのホームワークっていうやつですホームワークっていうのは数えられない名詞不可算名詞と言われるやつです一応 uncountable とかって言われるので you というふうに書いてありますはい I have many homeworks って言っちゃうの。ホームワークが数えられないので S つけちゃいけないんですね。だから当然、many とかもダメなんですよ。だから、I have a lot of homework とかだったりですね。そういうふうに言うの、マッチはね、避けた方がいいです。I have much homework とかっていうのは、これまたやりますよ。深さ名詞とかのところやりますが。ちなみに、まあ自分が留学してた時にそに言ったんですよ。こうだなんて言えばのホームワークってわかんないんだけどですね。 っ、えー、って言っちゃいいけないんでしょそもそも「work」っていうのは仕事の意味の場合は数えられなくて「ね、works」って言ったら作品って意味になるんですよ。うんえー、それでこうホームワークって当然やらなきゃいけない仕事じゃん作品、まあ、図画工作とかあるか <laughs> でも。でも普通は作品じゃないから、ねえー、この「homework」って数えられないんですけど、えー、じゃあどうすればいいんですかって言った時に言ってたのが「tons of を使え」って言ってましたね。<laughs> 当然人によって好みがあると思うトンってほら1トンってあのでっかいやつですね1豚じゃないですよ1トンってでかいやつですけどだから of homework っっってて言ええばすすすげーホーームワークいっぱいっていぱう感じがするんですよ大学入ったらちょろちょろチャラチャラでサガサガポコポコね、えー、簡単に卒業できるわけですがアメリカそうじゃないので1つの授業で100ページなんて当たり前ですから本がコピーされててそれが1ページに4つあるんですよ1ページに4ページコピーされててそれをいっぱい読んで宿題やんなきゃいけなかったから本当にね大変だったんですけどホームワークふ 名なんですけど、アメリカでは結構加算名詞の宿題っていうのが出てくるんですよ。assignment っていう単語があるんですね。assignment っていうのは、assign っていうのがね、まあほら sign 印ですけどお前これやれみたいなねこうど、こうやって指名するっていうのがアサインなんですけど、やんなさいよってやつなんで、そうこの指名されたもの、割り当てられたものって こういうフレーズで使うことができますホームワークアサイメントっていう風に言いますだこれだったらアサイメントさんがメインの名詞になるので数えられるんですよだからここだったら別に I have a lot of homework assignments っていう風に S をつけることは可能になります I have tons of homework とかっていうふうにフレーズで覚えてくださいねあ o ホームワーク S ついてないな不加算だなってわかるわけで省略して I have a lot of assignments って言ったって構いませんね I have a lot of homework は S ついてない I have a lot of assignments って言えばあそれはあ加算なんだなっていうふうにわかるわけですねはい Rise って言ったら、はい、Rise 原型で過去形はそう Rose ですね で、過去分子形が reason <お>これ間違いないでだよね Reason ですからね、えー、Rise Rose Risen ってやつですねこの Rise Rose Risen のやつをここやっぱり Rised って書く人結構いるんですよ、はい、でこれが自動詞で他動詞は、はい、Raise は RaiseRaisedRaised raised, raised, raised っていうふうになりますねでこっちが自動詞 こっちが多動詞って覚えるわけなんですけどまあこれを覚えておくことに何の問題もないですよでも具体例覚えてますあなたこれを使った文を言いなさいって言われたら言えますか書きなさいって言ったら書けますかそういうことなんですよ逆に文が言える人はこんなの覚える必要はないわけですよどっちが自動詞でどっちが多動詞かなんてだって具体例見りゃ後ろ目的を取っているのが多動詞だし後ろ目的を取ってないやつが自動詞なんですからそうだから具体例をちゃんと見ましょう はい、夢ですね。The sun rises in the east ってやつね。はい、これは、そう、太陽は東から昇るっていうやつですね。で、いつも起こることだが現在形ですよ。覚えてますか復習してきますよ、ちゃんとですね。昨日も太陽は東から昇ったし、今日も太陽は東から昇ったし、明日も太陽は東から昇るんですよ。ね、いつも変わらないこと、ね。そういう時に現在形っていうのが使われるんだってやつね。 で、あ、太陽ですね。ダサンと言いますね。あさんとかサンではなく、ダサンと言います。はい。in the east ですね。これね。東ってやつなんですが、これそうですね。思いますね。そう日本語をただただ英語に置き換えちゃうと、太陽は東から昇るって言ったら、ここ、from にしたくなっちゃうでしょ。ね、from the east。あ、東から昇る。ダサン。ダメですよ。だ日本語の感覚だと、こう水平線があって、 こうお日様がここからこう上がってくるっていうから、東からなんですけど。東っていうのは、ここ全部東ですから、みんな東ですから。だからインでインです。全部が東だから、だからインディイーストなんですよ。 だからその感覚ですね日本語の感覚と英語の感覚違いますからちゃんと英語の感覚で覚えていってくださいねだから the sun rises in the east っていうですねこの一文を覚えるだけでもいろんなことが学べますから「あ現在形っていつも変わらないことなんだな」とか「あ太陽」「The Sun」なんだな「The East」ah「An East」とかにはならないんだなとかねいろんなことを学べるしそしてはい後ろに「前置したす名詞持ってるからだからそうですねこれであ こいつは自動,して自動的に分かるわけで,すよ、はい次で,すね、で過去形いきましょう。The sun rose two hours ago ですね。あってくっついてるやつは過去の話です。で、Ago ってくっついてるやつは塊で副詞になります。だからですね、2時間前を上げたとかって意味わかるでしょ。太陽が2時間前を上げましたなんてないですね。そう太陽は2時間前に昇りましたっていうわけです。The sun rose two hours ago っていうふうに、ね、これも目的を取ってないですから、こいつ副詞の塊ですからね。 はい、そして、the sun has already risen ね。もう太陽昇っちゃってるよ。はい、やりましたね。ハーブプラス過去分子ってやつです。already がね、入って完了っていうのでよく使われるよって言いましたねそう。太陽はもうすでに上がっちゃってる状態ですよっていう時に使う表現でしたね。はい。 こうやって、わーって寝ててね、ぼわーって寝てて、おいおい,おいもう太陽上がってるよ、みたいなね。次に、RAISE に行きますね。はい、i s e の方。まあ、これ、原型ってやつですけど、よく言いますね。Raise your hand. 手上げね,ね。手上げろ。で、命令文ってやつですね。命令文っていうのは、 前に、そう言うっていうのが省略されてるわけなんで、でですね、あなたは、あなたのお手手をあげなさい。あなたと手はイコールではないので、ね、目的をこれ目的を取ってますね。名詞、レイズ、後ろに置ける。この、レイズ、hand だけでもいいんですよ、覚えとけば。このフレーズを覚えてるだけ、レイズが多動詞って、わかりますね。具体例しって、それでおしまいなんですよ。えー、Ken r a i s e his hand で、ね。ですね、Ken は手を挙げました。給食品盗んだのは誰だはい、僕です。みたいなですね。あ 剣はいいやつだ。<laughs> ね、ジョンだったそれは。はい、ですね。え、剣はイズヘスヘンですね。はい、手を挙げました。剣はですね。僕がやります。みたいですね立候補します。みたいな、ね、はい、で、剣とヘスヘン。剣の手は剣自体ではないですからね。これ自体は人でウェアーみたいになることはありませんので。はい、こういった形で言う,とうですね。で、過去形とか過去分詞形っていうのもあるし。あとは、ね、こういうふうに進行形で使うことも可能ですね。当たり前ですけど。Raising two kids? っていうふうに、言ったりします。 さあこの場合のレイズはそうあげるじゃないですね。県は2人の子供をこう上げている最中ですみたい,みたいなねそういうことじゃないですねこれそう,そう育てているっていう意味ですね県には2人の子供がいて2人の子育てしてますよっていう意味です、はい、だからレイズには育てるっていう、ね、意味もあるんですよでこういう具体でを覚えればこうやって後ろにあ目的を取ってるなっていうのは分かりますねこれでいいんですよ r a レイズは後ろに目的を取ってる。 で、rise in, Bible, rise in the East とか、後ろに名称来たかったら、ああ、全知取ってるなとかっていうので分かるんです。The sun has already risen ですね。太陽はもう上がった。あ、Risen の後ろにはないな、目的をっていうので、それでいいんですよ。具体例を覚えればいいんです。で、えっと、一応 r a s e ね、覚えておきますか。難関大の人のために。で、この基礎では、上げるっていうのと、この育てるっていうのを覚えておかなきゃいけないですが、 <laughs> お金を集めるっていう意味でも出てきますので覚えておいてかさい「We raised a lot of money」とかですねこれ難関大になったら基礎表現になりますので。 そうね、レイズには、まあ、まだ意味あるんですけどいろいろねとりあえず今の段階ではあげると育てるっていうのは重要なんだでさらにお金を集めるっていうのを心の片隅ですねどこかに置いといてもらえればいいんじゃないかなと思いますねはいこんな感じで自動した動詞を復習しながら受け身受動体について話してみましたこの動画よかったらグッドボタンチャンネル登録お願いしますオーダーっていうとこですね 詐欺語の王様です。本当にいいっぱい意味がある。だからややこしいどうしていいか分かんないってなっちゃう人が多いんですが今回は意味をやっておきます。オーダーっていうのはまず整ってるっていうイメージを持ってください。そこから整理整頓っていうイメージを持ってください。だかからら、整整理整頓の意味があります。で、そこから 順序の意味が生まれまれすね。アルファベティカルオーダーとかって言えばアルファベット順序があるってことはですねそこに序列が生まれるんですよ上と下とかねあなたが前であなたが後ろとかっていうそういった意味が生まれます。で序列が生まれるということにはそこに秩序が生まれます。 いつも私ここ失うって書いて生徒に直されてましたけど、はい、秩序とか、えー、さらに秩序があるってことから精度の意味が生まれまれすねこれハイレベルで制度の意味っていうのはかなりレベルが高いさらに序列があるということはですね上下関係っていうのが生まれるわけですよ上から下に、ね、こうやれよっていくのが命令ですね その命令ってものがこうやってやってよってなったりもするしお客さんから店員さんにこうしてくださいっていう注文っていう意味もなったりすするわけですよだからオーダーにはこういう意味があるとさらにちゃんとしてるよっていうとこから順調っていう意味が生まれますね例えば「everything is in order」とかって言えば全部順調だよとかっていう意味になるわけですよそこからですね place なんとか in order とか put something in order set something in order みたいな形でですねこれらをちゃんとした形にしておくよっていう表現が生まれましたでこれらをちゃんと準備しておくよこれをちゃんとやっておくよこうするためにねっていう ね uh, place everything in order to make John happy とかね、ジョンを喜ばせるために全部をちゃんとしておいたよみたいな感じで使われたわけですよ。ね、で、そこからあまりにこの表現があまりにか分かんないけど、すごくよく一緒に使われるようになったんで、こっち側がくっついてなんとかするためにっていう表現が生まれたんですね。オーダーっていうのはだからこんだけいっぱい意味があるわけですよ。でも実はちゃんとね、つながってるわけですよ。全部がちゃんと整ってるんだよ。整ってるからそこにちゃんと順序があって、で順序があるってことはそこに序列があると。で、序列が ああるってことからそこにちゃんと秩序がありますよ制度が存在しているんだっていう風になるし序列があるってことは上から下への命令や注文っていうのが出てくるんだってなるわけです <laughs> さらにはちゃんと整ってるから順調な状況ですよっていうのはこうするためにちゃんと整った状況にしておきなさいっていうねそういった意味から陰謀だって,いうっていうのが生まれたっていう、はい、こういう語源の話でしたねでこうやってやればさ知識がつながるでしょそうバラバラだったものをちゃんと覚えることができるっていうことでしたこの動画良かったら高評価チャンネル登録よろしくお願いします ははいそれでは今日の英単語に行きましょう今日の英単語はですね「e x p e n s e ってやつですね高い値段が高いよっていうやつなんですがさあこいつどういう風になってるのかっていうのをちょっと見ていきますね実はこの「ペンス」っていうところですがペンドと同じですあの皆さんが見たことある「ディペンド」とかねこういうやつです、はい、こういうのとさまざまな単語がありますねまあ一番分かりやすいんだったら「ペンダント」ですねそれが分かりやすいんですがえどういう意味なのっていうとこれ。 吊るすすって意味ですほらペンダントて吊るるされてるでしょ振り子、デュラムって言いますけどそういうふうに吊るされてる感じの時によく使う感じですだから「depend、えー」ディペンっていうのは「d」は下を表しますだ下に吊るされてるそう僕ずっとね漢字間違いですよね「ゲロ」ってずっと書いてたんですよね、えー、温泉があるところですけど、ね、それである日生徒に直されました「先生漢字が違いますよこれですね」「ロ」ですよ、ね、はい。ね「吊るす下に吊るす」でどういうことなんだっつったら簡単です。 はい、あ、これじゃ、あ分かんないです。お父さん、お母さんにしましょうか。で。買って、買って、ね、これ買って。ほら、ぶら下がってますね。これ買ってよ。あんまぶら下がってるからないですか。<laughs> ね、こう、こういう感じですね。買ってよ、買ってよ。これ買ってよっつって、ね。だから、頼るですね。ディベントはね。下にぶら下がってるんですよ。よ、はい、じゃあ、エクスペンスって一体どういうことなんだって言ったらですね。 実はペンドっていうのはか、ね、りを表すときにですね結構ね出てくるのははかりこれ吊るされてますよねで何かを買うときに物々交換するときにあなたが出すものです、ね、これを買うためにあなたがこれを出すっていうそこからきてますねこれえどういうことですかこれ外この x というのは外を表すのではか、ね、りで測って外に出すものっていう意味から来てますね。 ちょっと難しい単語に Expenditure っていうのがありません、ね。これ費用とかっていうやつですからそういうことです。お金を出すっていうとこから来てみません、ね、ごめ、ね、で、そうすると、そう、実は Expend っていう動詞、今も残ってるんですけど、ほとんど見ることはないです。そこの E のね、この部分が落ちて、 S, S だけがが残っったスペンドてていうのが実は出てくるんですねこれだから外に出したもものっていうものから費やすっていう意味だったんです、ね、そうだからこれとこれ実はつながってるって知らなかったでしょお金を出すっていうところから、ね、使うっていう意味になって、まあ、スペンドの誤報とかいずれやりますから、ね、大事なところなんで,でここのエクスペンシすルと実はつながっていたんですねだからエクスペンス費用とかね,ねエクスペンディチャー支出とかそういうふうに出てくるわけなんですよはい。 でまあ、いずれこのいろんな、ね、言語を勉強したりするとで、ね、この「E」が。 欠落して、s だけが残るとかっていうのもね、出てきたりしますので、そういうのがわかると結構面白いですね。ただスペイン語話者の人って、あ、そう,そう、知ってます。スペイン語話者の人って、s から始まる単語発音できないんですよ。そのエから始まる単語は一個もないので、ええー、って思うかもしれない。それはスペインじゃないでしょ。ね、エスパーニャとかさ、エスパニオール、スパニッシュですね。聞いたことありますか。そう、イ、e、が必ずつくんですよ。で、面白かったですよ。スペイン語話者の人と話すときってね、エから始まる単語に e つけて。エスペンドとか言ってきますからね。あ、そうなんだ。言えないんだ。とかってね。えー、なかなか。 面白いですね、あとはそっか「イとイ「ーの音とか区別できないから「レブと「リーブとかねそういう。 区別できななくてて面白いなって思っ思たのそうだからスペイン語は勉強すると一番楽ですよ皆さんがやるときに日本語とすごく似ているというか母音が本当に5つしかないんでだから日本人すごくうまくなれるってよく言いますね。えー、なので挑戦したい方は、ね、やってみたあ、ただ巻ああ、ま、き舌というか何舌あのルルルルルってやつねこれできないとこれができないとですね結構厳しいかもしれないですけど、はい、これがこれさえできれば、はいね、すごく 発音をマスターするのには楽だそうです。なんだね、まあ、アメリカだったらね、外国語としてね、えー、勉強するのはスペイン語が一番多いんですけど、日本ってあんまスペイン語ね、メジャーな言語じゃないですけど、えー、実は母語としてね、喋ってる人もすごく南米とかを中心にたくさんいますから、えー、ぜひやってみるのもいいかもしれません。はい、この動画良かったら高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。今日の英単語、イー s y は難しい。 すごい、哲学的。あれや簡単。哲学的。はい。イーズえ、イーズって簡単なって意味でしょ難しいんですか難しい。使うのが非常に厄介。間違える人がとっても多い。なんで、覚えとかなきゃいけません。で、どういう時に間違いが多いのか、一番多いのを見せてあげますから。私まあ、だ英作文ね、常にもうたくさんの英作文をこう添削するわけなんですが、イーズっていうのは、間違えるランクの超上位に入ってきます。特にですね、 これ。you can go to the hotel, なんとか on foot。あ、on foot してます。これ、徒歩でっていうんです。タクシー乗ってこうかなとかっていう場面でね。いや、ちょっとタクシー乗ろうかなって思ったけど、いやいやいや、すごい渋滞しててね、そう、なかなか行かないから、歩いてった方が早いよ。ありますそういうの。タイとかね。バンコクとかそうす。げー長くてね。インドネシアのジャカルタとかね。韓国のカンナムとかね。歩いてった方が早かったってなったこと、いっぱいあるんですけど、旅行してて。で、そういう時に、この歩いてった方が、 ホテルに早く行けるよって言った場合なんですか ?You can go to the hotel, you can get to the hotel, you can reach the hotel ともいいですけど、あ早く行けるようじゃなかったそうそう。もっと簡単に行けるよ。車乗ってったらなんかもうこう複雑にこうやって行ってめちゃめちゃ待たなきゃいけないよとかなんて、ね。歩きだったらもうこれ一直線で行けてすぐだよっていうね。うん、ありましたよ。僕も、ね、この韓国でこっからここに行けばいいのに、バスに乗ったらこうやって行きやがって、<laughs> スーパー渋滞してたから、 これでね、40分ぐらいかかったんだけど、歩いて行ったら15分ぐらいでした。なんてこともあったんで、もっと簡単に行けるよ。そう、いいですね。ここ、出せました ?more easily ですね。出せましたか出せましたはい。出せなかった人は出せとは言うのはないですけど、本当に間違いんですよ。これね、すごい回答がいっぱい出てくる。まず、多い more easy さらに、 よく出るやつ。more easier ですね。もう両方とも見るだけで、ブザッつってですね。ブザーッつってなるんですけど、はい。ダメですよ。ですね。まあ、比較のところでね、もうちょっと詳しくありますけど、だってこのさ、you can go to the hotel っつって、ほら、more の部分ちょっと取って見てごらんくださいほら。ほら、you can go to the hotel easily 簡単に行けるよね、簡単でしょこんなの全然難しくないですね。 で、もう、比較球がついた途端にですね、この easy ーーっていうのはですね、とてつもなく難しい単語に早変わりするんですよ。もう本当に more easy とかね。どうしたどうして形容詞出てきたここにいきなりね。どうしたどうして比較球2ついるもうあと e a s i や。なんでダブル比較球みたいですね。本当に e a s i y っていう単語を書かなきゃいけないとこに easy ーーがめちゃくちゃたくさん出てくるので、easy って単語はね、本当に気をつけてほしいんですよ。you can go to the hotel more easily ってね。more easy は本当に出せるようにしてくださいね。これ比較じゃなかったらね、go to the hotel easily って出せる人結構いるんですけど、 きゅ球になったとさんですね。なんか特別なモアってくっつければなんか特別なパワーが発揮されてですね。いきなり福祉の能力発揮みたいにね、思ってる人がすごく多いので、えー、気をつけてください。やめてね辞書を引いてですね。うら、イーズイに福祉がありますよ、とかですね。 てます、そんなことは。はい。more easy とかっていう人がね、おそらくネイティブの中にはいるけど、ダメです。一応、ライティングはきちんと正しい英文書くので、more easily 渡せるようにしてください。more easily っていう風に使ってください。で、それはなんで出ちゃうか。だから、日本語を英語に置き換えてるから、もっと、もっと、簡単っていう風にやっちゃってるからなんですよ。ね。そうじゃなくて、きちんとフレーズで覚えて more easily ですね。フレーズを知ってれば、すぐに。 出せますねフレーズで覚えていきましょうこの動画よかったら高評価チャンネル登録よろしくお願いしますはい今日の英単語は「would you mind?」ですね非常に厄介です「would you mind me opening t h e window? はいどういう意味でしたそう私が窓を開けるわけですね,いいね私が窓を開けてもいいですかっていうのに対して、はい、これです「yes と no」がですね非常にややこしいんですよ「はいいいですかあなたがちょっと私窓を開けていい?」 っって言って言ますで相手が「イエス」と言ったらどういう意味ですか相手が「ノー」と言ったらどういう意味ですかそう分かりますねさっき言ったんですけどこの「マインド」っていうのはですね気に触るっていう意味ですだからこれねさっき「イフ」に言い換えてましたね「もし私が窓を開けたら」というふうに書いてましたけど「そう私が窓を開けること気に障りますか?」だから「イエスは」はそう「気に障ります」「嫌」です。 それに対して No っていうのは Would you mind me opening the window?No! っつったらそう気に触らないですねだから OK っていうそういう意味になりますので気をつけてくださいここをね間違いやすいですね Yes との、no、逆で言っちゃいそうですよねだって日本語を直したらこれ Would you mind me opening the window? っていうのは窓を開けてもいいですかですから窓を開けてもいいですかそれ Yes っ たらら開開けけてもいいいの、no、ちゃダメになりますすすねこれだからすごくややこしいんですよ知ってますよ。ただ、これね、ネイティブスピーカーにとってもややこしいんです。え、私は何度も何度も Yes と No を逆で喋ってるネイティブスピーカーを見てますので、ね、Would you mind opening a window?Yes,、uh, I mean no とかですね。I mean ってこう言い換えるときによく使うんですけど、あ、じゃなかったみたいな感じで I mean っていう言うときあるんですけど、Yes, I mean no.No, no? I mean yes みたいなですね。 感じになってるネイティブも実際にいますだから、あなたたちにとってややこしいだけじゃなくて、ネイティブスピーカーにとってもややこしいんですよ、これね。書いたり、入試問題で間違っちゃダメですよ。必ずこれでやってほしいんですけど、実際の英会話では困りません、全然です、ね。だから、would you mind me opening the window? って言って、No! って言ったら嫌なんだなってわかりますね。ね would you mind me opening the window?、Yes. たらああいいんだなっていうふうに分かりますね。実際喋ってるとかそんな困らないんですよ。困るのは入手問題です。これまあややこしいわけですが。まあめったにないです。イエスっていうことはないです。一回だけ言われたことがあるけど。サンフランシスコでバス乗っててちょっと電話かけなきゃいけないんだけど。で、それで言ったんですよ。で、Would you mind? Do you mind? って多分言ったと思うんだけどね。俺ねスマホを借りたかったんでそうそう、スマホを貸してくんないですかってね。ちょっとメッセージ送りたいんでっていうので、そこで言ったんで、Do you mind me using your phone? って言ったら、 っ、yes、っててて言言わわれれですねやだって言われた <laughs> 1回だけ人生で,で普通言わないよ「Yes」とは普通は断る時はちゃんと理由を言うですね「uh, Actually it's a bit cold」とかね、えー、ちょっとね寒いからって、ね、そういうふうに理由を言うことがほとんどですねだからトイックの、ね、応答問題ってあるんですけどトイックのやつでもこれで「Yes」とかって出てきたことないですね そんな感じです。だからあまり Yes と聞くことはないです。こう断るときは何か理由を言われることがほとんどですね。はい。それにて、No とかね、No, go ahead とか、No, ならろうとかね、そういうのはよく出てきますね。はい。どうだったでしょうか。はい。まあ今回もね、もうリラックスさんだと思いますが、ちょっと意味上の主語とかね、新しいキャラクターが出てきて、ちょっと厄介だったかもしれないですが、フレーズ単位で覚えてしまえば、ね、固い文法用語を知ってる必要はないですね。あ、こういう意味なんだなっていうふうに覚えてください。はい。 ごご視聴ありがとうございましたこの動画よかったら高評価チャンネル登録よろしくお願いしますはいそれでは今日の英単語ですね今日の英単語は先ほど出てきたそうメッセージっていうですねこれをやりたいと思いますねまあ知ってるよこんなのと思うんですが実はですねこやついろんな単語とね仲間なんですよここですねこ,この部分がですね実は「送る」っていう意味になってるんですねこれねまあメッセージっていうのは当然送るものだから簡単に覚えられますよねどういう仲間がいるかっていうと ミッションですね。こいつ仲間だって知ってましたえー、そうだったのか知らない。どういうことそうミッションってミッションやる人たちがこれ送られるからなんですよ。ね、ミッションインパスシブとかね、有名ですけど、この送られていく人たちだからですね。ここ、ね、ミッションやりに行く人たち。だから、ミッショナリー。まあ、世界史やってる人とかもね、まあ、中学校でも出てくるかな。 そのミッショナーリーっていうのはミッションが入ってますねその送られてる使節団の人たちだからキリスト教をこう広げるためにこういろんなところに世界各地に送られた人たちミッショナーリーって言いますよねそういう意味なんですよ実は、うん、でさらには、ね、この「エミッションねこれは英作文とかでも大事になってきますよね、まあ、リーディングでも重要になってきますがら E っていうのがまあ X すでにやってますけど外って意味ですね外に送るっていう意味ですねだかから排出、ね、あのなんいいろろ でこの環境問題で,でこの排出ガスがとかっていう時に出てくるやつですね。だからここにもちゃんと隠れているわけですね。でこのエミッションの動詞形知ってますかエメッツっていうふうになってますねそうです。これが発するとか出すっていう意味ですね。その出すっていうののはまさにこの外にこ外 送るっていうとこから来てるわけですね他にもね、admit とか permit とかね、いろんな m i d 系はね、これからたくさん出てきますけど、基本的に admit っていうのはこう、ok とか、もうどんどんね、この m i d 送ったものをこう通してやるみたいな感じなんですはい、どうぞ。入学ね、admission とかね、言ったりするわけですけどね。あ、どうぞ入ってください。permit もそうですこう。あ、いいですよ。入っていいですよ。送られてきたものが、はい、どうぞっていうふうに許可するっていう意味から来てるんですね。こういったふうに送る系のキャラクターっていうのはですね、まあ多分もう頭の中にね、ああいつも m i d って。 ついてるとかですねあ,あいつもミッションついてるなとかっていうのがもしかしたら浮かんでるかもしれないんですが後々やっていくときに役立ちますのでこれは使えるまあ、節字って言われるやつですが、すごく使えるものなのでぜひですね頭のどこかに置いておいてもらえるととっても役立つときが来ると思いますよと今回も今日の英単語では語源を扱いましたはいこの動画が良かったら高評価チャンネル登録よろしくお願いしますはいでは今日の英単語ですねアイランド っっててていうのが今出てきましたね島ってやつですこいつをちょっとやっておこうかなと思いますね。ではまあ発音がね、とっても重要です。アイ,アイランドですねアイスランドではありませんので、アイランドという風に読むんですが、これはそう、ランドっていうのがね、ついてるから、あ何か、ね、地面と関係するのかなって思うと思うんですね。実は、アイオっていうですね、この小島ですね、小島だよじゃないでしょっていうのがあるんですけど、これと仲間です。この小島っていうのと、ことっの小島ていじゃなくて、はい、それとランドの子ですねこ合体系みたいな。 のでできた単語だってていう,ように言われてますでここの部分っていうのはですね実は「エンシュレイト」とか「アイソレート」なんていうのと仲間になるんですね。で「えー、何それ」ってもうかもしれないですけどでこの「アイソレート」は知ってますね。と「隔離」ですね。こう離れるっていう,こう離れるとか離すっていう意味ですよね。だから島っていうのは離れてるわけじゃないですか。そうだからこれはあ アイソレートしてるランドなんだな離れている陸なんだなって覚えておくとアイランドのこの S は忘れにくいですからこの仲間のねアイソレートと覚えておくといいですね。で南関大だとこのインシュレイトっていうのが出ちゃったりする時があるので一応言っておきますね。インシュレーションとかってねこ日本だとあんまりないのですけど絶縁体とかね、えー、言われるやつ電気とか熱を通さないやつですね。 インシュレーションっていうのはこの日本だと結構壁さ薄い壁の家がいっぱいあるじゃないですかだから近隣問題いっぱい起こるんですけどあのうるさいみたいなですねアメリカだと、まあ、ほとんどの地区がもう何年以降に建てられる建物の中にこのインシュレーションが入ってなきゃいけない予この音とか熱を逃がさないものが入ってなきゃいけないってね決まってるんですよでそれが入ってるとそんなに騒音も聞こえてこないし横ねであとは冬にあったかいんですよ熱が外に出ないので。 あったかいそれが日本はないから。 結構アメリカ人日本に留学してきたりとか日本で仕事すると壁薄々でうるせえし冬は寒いしってですね文句言ってなんでインシュレーションがないんだっていろんな人に言われましたねそういうふうに熱を隔離したりとか電気をですね隔離するっていうのでこのねインシュワイトとかっていうのは実は使われるものなんですねそうだから隔離されたランドっていうふうに覚えておくとこのアイランドの S は忘れないで済みますのではいきちんと押さえておくといいと思いますはいそういった形で覚えておきましょうなんか の人はインシュレイトも知っておいて何かで受けない人たちはせめてアイソライトとかね覚えておいてハイランドのスペル間違いのように気をつけましょうはいこの動画よかったら高評価チャンネル登録よろしくお願いします <noise> では 今日の英単語に行きましょう。今日の英単語はですねそう先ほど最後に出てきた「スタマック・エイク」ってやつですこいつがですね非常に厄介なのできちんと押さえておかなきゃいけませんでこいつ、まあ、単語を区切ってやるとですねそこまで難しくないんですよ「スタマック」っていうのがほらお腹ですねで「エイク」っていうのが痛い痛みのことですね、まあ、動詞で使うこともあるんですけど痛みを表すものだというふうに知っておいてください基本的にエイクっていうのは 数えられる名詞なんで、すよでそれに対して、ペインっていうのね、まあ、ちょっと意味の違いもちょこっとあるんですけど、基本的には不可算名詞だと思ってください。数えられる時も実はあるんですけど、ペインは不可算で、エイクは加算なことが多いです。で、じゃあ、ストマックエイクって来てて、お腹痛いで、あ、エイク来てから、数えられるよね。ね、さっきもそうでしたね。数えられてますね。そうです。だら基本的には数えられるでいいです。ただ、ここにちょっと書いてますね。 アメリカ、C、とかでアアメメリリカカででですすココピピーーラライイトトじゃなないいいねねにつては数えられるよっていうのが実はですねこ思い出深くてですね私は神戸でですねあの資格取ったんですよ英語を教えるねやつ取ったんですけどそこで,でこのアメリカ人もイギリス人も、まあ、オーストラリア人とかシンガポール人とかいっぱいいる中でね資格取ったんですけどでこれスタマッケーが出てきたんですよで教材はイギリス英語そのセルタっていうんですけどセルタっていうのはケンブリッジっていうところが主催してるのでイギリス英語なんですね教材全部でそこで ですそこでアメリカ人とイギリス人が大揉めたんです、ね「オにラ」あがたいてないどういうこっちゃってです、ね、アメリカ人が言い出してイギリス人は「歯つけねえし」みたいなこと言ってで2人がもう言って「歯つけるに決まってんじゃん」みたいな感じですごい揉めたんですよ。ね、こんなんで揉めんだなと思ったけど大揉めで「でお前文法オタクだろどっちなんだ?」って「いや俺アメリカに留学してたからあつけてたけど」って言ってね「オーラー」みたいなアメリカ人が言ってで辞書を見て「わあイギリス イギリスの辞書見たら本当に熱いてなかったしえーってなったのを覚えてますねじゃあヘレイクですねはい、頭痛そこで僕は言ったのはこれなんですよね、ヘッドだから頭が痛いわけですよヘレイクどうなんだったらうん、mm, I have a headache I have a あ、つけるねっててイギリス人も言ってましたヘデイクはつけるんかいみたいなね。だから、イークは基本、ね、加算名詞なのになぜかストランクエイークはイギリスではあがつかないっていうですね、そういう謎の状況が起こったんですよね、うんえー。ちなみに、トゥース c h e ですね。I have a toothache とかっていうですね、歯が痛いってなるときなんですが、こいつはですね、まあ、あんまり、ね、皆さんそんな困ることはないかもしれないですけど、でトゥースってねあ、トゥースってこれじゃないですよ、トゥースってね、えー、あるんですけど、歯が1本だけ痛いっていう意味では別にありませんので、だから、歯が1本だけ痛いっていう意味では別にありませんので、 日本以上いてえからティースエイクにしなきゃいけないのかそ,はそんなことはありませんのでそのまま日本以上いたかろうが3本以上いたかろうがトゥースエイクというですか「I have a toothache」っていうふうに言うんですね、はい、で意外にだからエイクってあそうなんだ厄介なキャラクターなんだなと思ったで英作文ではやっぱあ 抜かして帰ってくる人がすごく多い。ストマック行くの方はイギリス人にとってオッケーですけど、基本的にはみんな青をつけてやってください。で、歯は何本痛くても。I have a toothache、teethache にはならない,い。これね、ネイティブたちに話すとね。はいやー。みたいなですね。結構話が盛り上がるやつなんですよ。今回もね。あの、うちの英語を見てるやつが、t o o t h a c って、そう、日本以上でも t o o t h a c でしょって言った時にああ。知らなかった。って,言って確かにそうだって言っててね。で、あとはこれイギリスだと、ストマックいくって、あ,あ、つけないんだよ。そしたら、そんな馬鹿な、意外とね、地方によっても。 があったりするところなわけですね。はい、今回はですね。エイクについて学びました。はい、この動画が良かったら高評価チャンネル登録よろしくお願いします。はい、それではですね。今日の英単語っていうね。まあ、あワレットだけじゃなくてね。非常にいろんなところにいろんなですね。お金系のね。単語を紹介していこうかなと思いますね。ワレットですね。ワレットっていうのが財布ですね。で、なんかパースも財布のことだと思っている人が多いんですが、アメリカ英語では？ はは財布ののことではないので、でない普通まず手下げカバンですね。女性がこうぶら下げるようなやつのことをパースだって、ね、それをパースっていうんだと思ってください。でそうそうパース取ってって言った時にそう財布があってねそうパースを取ってって言った時に僕はねそう財布だと思ってたから「ないよパース」なんてって言われたのであそうなんだよく覚えてますねそうそう。その時に説明されたパースっていうのは女性が覚え持ってるやつで、まあ、確かに小銭入れのね部分はねあるんですけど。 小銭入れの場合は、ね、言えたりもするんですけどでワレットっていうのはまあそうそうこういうそうそうそう日本だとこういうねサイズのものだと思うんですけどアメリカの紙幣っていうのはねこのね細い分かるかなあそっかお金と日本のね紙幣と比べてこの、ね、サイズが違うんですよ見えるかな、はい、このそう細いんですね細くなるからその分だから財布もねこんなに 大きくないです高さがないのもっとね低いんですよ財布がだから日本の普通に財布を見た時にめっちゃびっくりしてましたよなんでこんなにあるの高さがつってすごい驚かれたのを覚えてますけどねでお金関係でですね非常に気をつけなきゃいけないのがですね実はこれなんですよねこれアメリカ英語とイギリス英語で表すことが違っててちょっと厄介になっちゃうよってやつなんですねこのビルノートチェックビルって書いてありますけども実はこっちがアメリカですねこっちが イギリスちょっと色でも変えますか、はい。はい。だったとして、これ何を表すか分かりますこれ違うんですよ。bell って言った場合ですね。あ、もちろん同じ意味を表すものもあるんですけど、この bell っていうですね、実はこれ紙幣のことですね。bell って言った場合に。でも、イギリスでは紙幣のことなんですね。note とか banknote っていうふうに言ったりするんですね。で、それに対して check って言った場合、まあ日本でもね、チェックお願いしますとかっていう人はいるんですけど、そうですね、お会計のことですね。で、イギリスではお会計は bell になるわけですね。だからここが ずっとアメリカで留学しててチェックポリスチェックポリスって言ってたけどカナダに留学したらみんなベオだったベオポリスって言ってたでイギリス旅行行ってもオーストラリア旅行行ってもベオって言ってましたねみんなねそうなんだって思ってねあ違うんだなって思ったの今でも多いですねあベオ大てねダークエルはやりましたからきちんとね発音できるようにしてくださいねはい で、せっかくなんでね、このドルとかっていうのをね、ちょっとね、アメリカのやつ、ちょこっと勉強しようかなと思うんですけども、まあ、l ラ r ズですね、この S 忘れちゃうよね。yen ほらつかないじゃん。円ってさ、10円でしょ。10円ずってならないから、だから o l l ラ r ズとかこの S 忘れちゃう人が多いので、お気をつけください。で、表示するときにね、こういうふうに、そうですね、10 l ラ r ズっていうふうになるわけですよね。それに対して、セント。 どどううややっっっっててて書くかかかわりまますすセントって言った場合どうやって書きますか意外とですね間違える人が多いのでそうアメリカ人たちがお買い物できるエリアが日本にあったんですねそこで知り合いのアメリカ人が行った時にこうやって書いてあってふわーっつってですねなったんですよ、ね、これ何が悪いのって思うかもしれないですけどそうドルはねこうなんだけどセントはねこっちなんですよ後ろなんですよややこしいよね そのアメリカ人がフェイスブックかななんかにですね、どこが間違ってるでしょうとかですね、すげえみたいな感じで,ですね、投稿してたんですけど、そうです、このセントのね、位置がですね、違うっていうですね、10セントで、それぞれですね、1セントコインのことですね、ペニーって言いますね。で5、5セントが猫コね。で、10セントがダイム。で、25セントっていうのが非常によく使う、クォー,ーですね。まあ、4分の1じゃないですか、クォー,ーっていうのはね。だから25セントコインっていうのは非常に使う。いろんな自販機とかもね、これで使うことが多い。 で、あとはそうそう、バックってね、ダラーズですけど、このドルのこと、バックっていうことも日常生活は非常によくあります。ワンバックとか、ツーバックスとかね。最初はだから本当にアメリカ生活してたけツーバックス。なんだボックスって箱何の話をしてるんだろうって知らなかったんですけど、この本当にめちゃくちゃよく使います。バックっていうですね、ツーバックスとか、テンバックスとかね。えー、言って、まあ、ダラーズじゃなくて、まあ確かにこっちの方が短いから言いやすい、ね。あとはまあなんかね、グリーンバックとかね、えー、緑色だからとかっていうのでね、このそうそう後ろが。 ね、アメリカの紙幣緑色なんでそれでグリーンバックスって言ったりとかもするっていうふうに言ってましたねでそれぞれのね紙幣ですね出てるおじちゃんたちあの表示できるのかな引、うん、いておいてくださいそれぞれね1ドルですねジョージ・ワシントンとかでそれぞれの人が誰だか知っといておいて1ドルですねえっと2ドル札っていうのがです、ね、非常に珍しいんですよあんまりこれ日本だと2000円札みたいなんです、ね、感じであんまり見かけないんですけどそうそうせっかくだから2ドル札取っといておいておくんですけど、まあ、これトマス・ジェファーソンですね で、5ドルがエブラハム・リンカンですね。リンカン、スペルが難しいやつですね。それぞれ10がハミルトンでしょ。で、20ドルですね。この20ドルビルっていうのが一番よく見かけるやつですね。まあ、ジャクソンのやつですけど、アメリカと日本ってね、ATM もだいぶ違うんですよ。ATM さ、日本は24時間じゃなくて閉まっちゃうとこいっぱいあるけど、アメリカって大体24時間やってるとこが多くて、で、しかも、まあ、そうと限らないか。まあ、場所によるんだけど、アメリカって時間外手数料とかね、ないところがほとんど。 だったんですよ、まあ、今はねちょっとあるところもあったりするんですけどでで日本だと時間外手数料とか取られるっていうのでめっちゃ怒ってましたよねアメリカ人たち。でまだ実際サンフランシスコでもある銀行が時間外手数料を取るとかってねやった時にみんなが反対してるニュースが出たりもしたんですけどその時日本だと1万円ってね普通に。 ダウンロード、ダウンロードじゃねえよ。お <laughs> ろせるわけじゃないですか。1万円っておろせることできるけど、アメリカだと1万円に当たる100ドル札って出てこないですよ、ATM で。そう、ATM で100ドル札出てこない。20が一番上なんですよ。だから1万円分、でダ、ダウンロードじゃない。ね、1万円分おろしたとしても、20ドル札が5万円出てくるんですよ。100ドルおろしても。そういうふうに、そう、20ドル札が一番よく見かけるんですよ。だから、今、僕はこのね、持ってるブラントのですね、この50ドルってすごく、 ね、見かけることは、だからあんまりないね。まあ、見たことあるあ、僕の知り合いのアメリカ人は初めて見たって言ってましたからね。この外国人はこうやってね、結構持ってることが多いんで。で、100ドルがベンジャミン・ファンクリーンですね。はい、非常に有名なベンジャミンって言ったりもしますからね。100ドル札のことを。それも、だからまあ、映画とかドラマにいっぱい出てくるけど、なかなか見かけることはそこまで多くないですね。で、スーパーに行っても、ね、必ずなんかこう、いつも印つけこうやってましたよ。チェックして本物かどうかっていうのを。で、大体払う人もみんなで、やっぱ外国人、アメリカ人たちが。 なんか100ドル札で解剖するっていうのはなかなか見かけない場面でしたね。はい。ということでした。えー、今回はちょっとアメリカのお金についてやってみました。はい。この動画がよかったら高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。<laughs> はい。最後、今日の英単語やってみますね。えー、今日の英単語は、フランク、先ほど出てきたやつですね。えー、まあ、フランクリースピーキングとかね、あのなんとかスピーキングっていっぱいあるんですよ。ストリック・リースピーキング、厳密に言うとかね、テクニ s p スピーキングとか、たくさん出てくるんですが、このフランクリースピーキングですね。 本当に間違える人が多い。英作文もそうだし、実際会話でも間違ってるやつがいっぱいいるので、ちゃんとやってきます。えー、どういうことですね。フランクリースピーキン、I don't like John、ね。率直に言って、私、ジョンのことが嫌いっていうことなんですね。こいつなんですが、イメージを持ってください、ね。率直に言うとってですね、漢字で書くと素直らしいですね。 ね、私感じできないですから「はい、素直」って言うとですねなんかねいいいよよううに聞こえちゃうらしいんですよ率直に言うとって良くない時に使う表現ですからね間違えないでくださいね。だこれネガティブな意味だっていうのを忘れないかなりシリアスな時とかに使うことが多いわけですよ。 でジョン嫌いとかってめっちゃ悲しいネガティブなことでしょこの日本人とか普通に会話してて、まあ、韓国人も結構多いんですよ。似てる表現があるからですね。フランク y リ p スピーキング、speaking, I love you とかですね。言う人いるんですよ。いや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 、ネガティブなことなのそれ。間違えないでください。必ずよろしくない時に使うんだっていうのを知っておいてください。例えば似たような表現で、To be frank with you なんていう表現がありますね。これも同じです、To be frank だけでもよく使う表現ですね。これも同じです率直に言うと、 ね率直に言ってジョンキ嫌いみたいなね、そういう時に使う表現です。これだからよろしくない時に使うんだと思ってください。なんか正直に言ってでいいことだみたいなね、うん、桜の木を切ったのは私ですみたいなね、そういう時に何の話だ。そうなんかいいことっていうね正直に言うこと素直に言うことはいいことだっていうプラスのイメージを持っちゃってる人が多いせいでこの フランクっていうのは間違いやすいです。だフランクリースピーキングやトゥビーフランクっていうのはよろしくない。結構シリアスな場面。だからさっきもほら、お前仕事辞めた方がいいよっていうのは、だからお前全然仕事できねえじゃねえかっていう意味だったんですよ。さっきのフランクリースピーキング、ンン You should quit your job っていうのは、ね、うん、お前全然ダメだな。ね、辞めた方がいいよって、そういう文だったってことですね。これは使い方気をつけてください。はい、この動画よかったら高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。 はい、それでは今日の英単語をやってみましょう今日の英単語はですね「need」って言われるやつです。まあ「need」知ってますね。ああ知ってる知ってる」って言うんですが入試で問われるですね、厄介な「need」が存在するのでそこを押さえておきましょう。じゃあその機械は直される必要がありますっていうですねなんて言えばいいですかその機械は直される必要がありますからわかりますで、まあ、今まで習ったんだったらこうですね「the machine needs to be fixed」っていうふうに言えばいいんですよ。 ねえー、そのマシンは直される必要がありますってねこのトゥーフテイシの塊になっているわけですが、えー、実はですねこれ別の言い方ができるんですようこうやって言いますね The machine is fixing っていう風に need ing っていう形を取ることができますでこいつまあ、同じような意味なんですけども特殊じゃないですかそうですよねあれってなりますよね どうですか覚えてます入試っていうのは普通じゃない英文を問いたいんだって言いましたね。これだから普通じゃないからよく問われるわけですよ。どうですかどこが普通じゃないかわかります <laughs> まあこれ同名詞の塊なんですけどほらある現象起こってますねさっきも言ってたけどそうフィックスっていうのはそう多動詞だって言いましたね多動詞の後ろには目的語が必要あれ目的語が必要。 いらっしゃいません。そうです。出てきました大内さん登場ですね。ね、こ,がねこ絵がきっと出てると思いますけど、大内さんが再び登場です。そう、入試は大内さんが大好きだって言いましたね。そう、これ動名詞のね目的語が掛けてるってやつなんですよ。ね、to 不定詞の場合は掛けてなかったですね。ほら、to be fixed って言ってこれ受け身になりますね。受け身にしたら O が1個減るんですよね。だからこれ合ってるわけですよ、ね。でも ing の場合ですね、これ掛けるんですよ。 だからこの「need.ing」とかっていうのがです、ね、めちゃめちゃ出てくるんですよ、はい。なんでぜひ覚えておいてくださいこれめっちゃ問われますの、ね、で入試はねこの大内さんが本当に大好きなんですね、はい、このフェクスにですねでなんでかけてるのそてたらこいつは、まあ、今までやったのと同じですねトゥトゥ公文のところとかタフ公文のところでやりましたけどすでに出てきてるからですもう出てきてるからいらないんだっていうふうに覚えてくださいね。 もちろんそれだけでやっつけられないですよさっきのだって needs to be fixed さっきちゃんと受け身になってたじゃんとか言われたら、はい、何も言えねえ、はい、だからこのフレーズで覚えてください<ス>ですね「needs fixing」これ直される必要があるっていう受け身の意味になりますので「ing、ね」IN G が出てきてるのに意味は受け身になってるさらに「往内さん発動」っていうので めちゃくちゃゃく重要なんですよね普通じゃないですね。受動体取ってないのに意味が受動体である。えさらには、往内ん発動であるっていうのですごくよく問われるわけですよ。気をつけてください。よく問われるし、まあ、入試には出ないと思いますけど、参考書とかに、Want が出てますね。マシン WantsFixing とかっていうの、ね、で、WantIng も同じようにされる必要があるみたいな意味だよとかって言うんですけど、あんま使わないです。実際僕が使ったことがあるんですよ。チェアでやったのかな。だから、CHEARWANTSFIXING とかって言ったらですね、めっちゃ笑われた。 お前チェアが生きてると思ってんのみたいなですね大爆笑されましたこう泣きながら笑ってましたよ、ね、それぐらい凡退の字って使わないんだってそんなん言わんって言われた、はい、だから気をつけてください、まあ他にもね、まあ、いろいろいずれやってきますけど「London is worth visiting」ですね,ね「London is worth visiting」っていうのも「わかりまし Visit はそう多動詞って習ったじゃないですかでもほら 目的語がない大内さんですねでそいつが主語の位置ですねこれだからロンドンっていうのは訪れる価値がありますロンドンって行く価値あるよっていう意味なんですねはい、こいつも欠けてますねだ入試はこの大内さんが大好きなんですよはい。でこれ同名詞の 内さんっていうのでよく出題される2つのポイントなのでまあ基礎レベルでも知っておいたほうがいいですね入試で出てきてしまうのでもちろんあのハイレベルになったらもっとねこの WARS とかめちゃくちゃ詳しくやらなきゃいけないのでえやりますが今の段階では「あそうなんだ need ING」で目的語かける「オーナイさん登場」それで「あ直される必要がある」とかって出てくんだあ「えっロンドン Net's Worth Visiting ああ」「あロンドン」っていうのは行く価値があるであ「あっビジットもちない」「オーナイさん発動するんだ」「BeWorthING」ですねなんとか。 される価値があるみたいなんですね、はい、出てきたりもしますので、えー、ぜひ押さえておいてくださいはいこの動画よかったら高評価チャンネル登録よろししくお願いしますコメント欄にもちょっと出てたのがあったんでちょっと触れておきますねレブっていうんですけどレブっていうのは進行形にできないんだよっていうねのがコメントにちょっとあったりしたんですけどそうとは限らないですねレブっていううのも進行形で使うことは結構あります I'm living in Japan っていう風に言えますね。じゃあ違いは何だかわかります。進行形っていうのはどういうものだって言ったそう、してる最中ですよっていうね、一時的なものを表すんです。そう、だこっちは一時的に日本に住んでる感がありますね。引っ越す感がある。こっちはずっと半永久的、永住してる感じがあるわけですよ。だから自分が留学してた時も、このサンディエゴとかサンフランシスコとか行った時に、I live in、どこどこエリアっていうのがあるから、I live in La Jolla とかね。 そのエリアのことを言ったらである時言われた「いや一時的にすまんずっとまあもちろん気にしないですよ普通の人はそんなのおいちょっと待ってお前時制おかしいぞ」っていう言ってこないけどいや一時的に住んでるから。 「アム・レヴェンゲン・ラホやヤ」って言うんだよそう思うだって留学もう決まった期間しかいないんだからそれ終わったら日本帰るんだからっていうふうに言われてあそうなんだリブは状態同士で進行形しないって習ってたけどあ実際は使うんだって思った結構だから文法にうるさい中途半端に文法を勉強しているネイティブな英語の先生とかは「<laughs> うん深できないよ」とか言って言ってくるんですけど。 そんななことないですね実際はかなり使われていますから留学した時には結構「アムレベルのどこどこエリアに住んでますよ」とかっていうので、えー、使うことは多いと思います。自分自身はそうやって習ってきたしだから自分自身、まあまあ、間違えてねそうだったんだって思って学んだことです。まあね、そう間違えてねね学んんでいきますから皆さん、ね 間違いを恐れずに、ね、どん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 やってみてそこで、ね、失敗して試行錯誤しながらあそうだったんだってできるようになっていけばいいと思います。はい、この動画よかったら高評価チャンネル登録よろしくお願いします。サスペクトとダウトですねこれねダウブトじゃないですかねそうこれがねまあ狙われちゃうからしょうがないんだよねやんなきゃいけないよ。 ね、この違いとかっていうのがね。両方とも日本語訳度疑うで覚えてたら覚えらんないっていうやつですね。なに意味がわからないん、ね、ですね。例えば。はい。I suspect can will come と I doubt can will come あ、もちろんあの that 説って言って思う言うとかっていう時に出てくる that は省略できるので省略しちゃってますけど、ね。まあ、文法上の違いとしてはね、doubt っていうのを後ろに weather とか if 取ったりすることができるっていうのは ね、かどうか疑わしいみたいな感じであるんですけど、それ以外にね、意味がやっぱり全然違うんですよ、これね。両方とも、え、剣が来るのは疑わしい。え、どう違うのいや、これ真逆の意味なんで、そこを気をつけてください。ね上のサスペクトっていうのは、guess の意味ですね。guess がわかんなかったら、believe とか think に書いてください。ね剣来るんじゃねって言うね。多分剣来ると思うんだけど。 お前ら来ないとか言ってるけどさ、いや、俺は剣来ると思うんだよねって意味それに対して、下は、I don't believe Ken will come ですね。剣が来るとは思ってねえよって意味です。ねお前らは剣が来る、剣が来るとかって言ってるけど、いや、俺は信じねえ、剣が来るなんてことはありえねえっていう風に、こういう風になります。もう逆ですね。だから上は剣が来ると思うよ。下は、いや、剣来ねえと思うよって意味ですから、全くもって、 逆の意味になってしまうので気をつけてください。もちろんね、日本語にして両方疑うになる時もあるんですよ。あるけれども、このザット説取って後ろ SV ね、続いてる時っていうのは、真逆の意味を表してしまうので気をつけてください。実際に英作文を採点してても逆で書いてきた人がいる。やっぱり分かってないわけですよ。このダウトとね、サスペクトの意味が分かってないから。だからきちんと並べてそれで覚えておけばいいですね。ああ、剣来るんじゃねえのってですね。 でダウトだったらねねえよとということになるわけです、ね、だから全然真逆のことになっちゃうんだっていうのを知っておかないとこいつはかなり危険になりますので要注意なんですね。今日の英単語をやってみようと思いますね今日の英単語はグラジュエイトですね。まあ、グラジュエイト・フォームっていうので卒業するっていうので覚えてる人も多いかなと思いますね。 どうなんですかこれ結構覚えづらいらしくて出るんだってなんで graduate from school ってそんなに難しいですかなんか学校から出てく感じがして卒業ってならないんですかなんか聞くとですね日本語だと学校を卒業するだから学校から卒業するって言わないからだから間違えちゃうとかって言うんですけどそうなんですか私は全然その感覚がないので もともとこれ学校から学位を授かるっていうようなです、ね、そういった意味合いになります。ここなんか似てないですか単語。グレードですね。そうグレード、この Q とかを表す。で、グレイズになれば成績ですよね。そういうふうにこの段階をこう表していく。ラテン語のもともとを例えばこれ歩くとか行くっていう意味なんで、この進度、進歩ですね。そういうのがわかるっていうやつです。だから 「徐々に」っていうのはえ「オラ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 じゃないですよ「ドラ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 」でも無駄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 でもないですよで、えー、そうグラジュアリーって言えば徐々にですよねはいんだからこれも段階を追ってってるよんですねどん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 一歩一歩っていう意味になるわけですねほ他にも「degree」とかっていうのもこれも同じです <laughs> こいつ自体にも「学位」っていう意味がありますよねでマスターズ・ディグリーとかさで知ってますかこれ修士号ですね はい、私は東大の修士号を持ってますね、はい。で、こういうふうにグリーっていうのも、そこも段階をこう表すわけですね。だからこの一個一個、トゥーサムディグ e ーとかね、ある程度とかっていうふうになかなか覚えづらいっていう人がいるんですけど、そういう意味ですね、このグリードこれファだって歩くとか行くでしょ、ゴーもワークも、トゥーと相性いいでしょ、ね。この範囲って意味ですね、ここからここまで行ったんだよっていう意味なんで、トゥーサムディグ e ーとか、トゥーサムエクステントなんていうのがよく出ますよね。 まあエクステントっていうのは、エクスが外、テントが伸ばすなんで、外に伸ばすなんで、トゥーと相性がいいんですよね。ここからここまでですよ。範囲のトゥーとかってよく言われますけど、そういうことです。ここからここまでだよんっていう意味でスタート。こういう形ですね、えー、実はこんな単語たちが仲間だったってことですね。あ、これ名詞使うこともありますかね。グラ d ュア t e って言ったらね、大学院生ですね。もう大学、この学部の方を卒業しているから、からグラ d ュア t e ですね。だから大学院のことはグラ a ュア school って言ったりしますよね。はい。 ね、こういうふうに実はこういうやらが半ばだったっていうのも意外かもしれませんが一緒に覚えておくといろいろといいこともあるんですね。はい、この動画よかったら高評価チャンネル登録よろししくお願いします <noise> 今日の英単語として今回出てきたですね「ALREADY」っていうのを扱おうかなと思いますね。 今回のところでは、was already full みたいな形で出てましたけど、そうなんですね、already っていうなんか現在完了のイメージあるじゃないですか、完了形と一緒に使うってね、思ってる人いっぱいいると思うんですけど、まあ確かにそうなんですけど、それだけではないので、さまざまな使い方がありますので、それをちょっと紹介していこうかなと思いますね。で、already っていうのは、もともとは、ほら、なんか見たことあるんですね。そそそうそうう ALL READY なんでもう全部できているよ、完璧にできてますせ、ね、みたいな形で使ってたわけです。そこからもうはい全部できているよ、すでにできているよ、もうできているよみたいな形で出てきたわけですね。で、現在完了でもうすでに I've already done it もう終わらせたよ、それやったよとかっていうふうに出てきたと思ったんですが、それだけではないです。結構いろんな形で使うことができますね。例えば I'm doing it already みたいな形でできるんですね実はこれトイックでね問われたことがあってここ空欄だったんですけど、ねえー、こういった形で私今それすでにやってるとこだよみたいな形ですね、えー、使うことができますね。では疑問文で「Are you l i v i n g already? もう行っちゃうの?」とかっていうふうに使うことだってできますね。まあ、日本語と 対応ししてるし分かりやすすいですよねそうなんか疑問文の時とかって「YET」使うって覚えてましたけど「Already」が出てくることもありますね。で現在完了だけじゃなくてこういった形で使うこともできますね。はいもう行っちゃうのとかって「Yeah! That's already 11!」みたいな感じですね「もう11時だからさ行くよ」とかっていう風にできたりするわけですね。これ現在形と使ってるじゃないですか。でさらには命令形で ととかって、ね、言って言たりすることもできますねもうさっさっとやれみたいなですねもうすでに終わってる状況になってなきゃいけないじゃないかさっさとやらんかいみたいな形で使うこともできますねこれだからアメリカ留学してた時に聞いてあこんなふうに言えんだって思ったのねテレビ見てて Already! って官僚系しか知らなかったけど明令文でも結構使うんだなみたいなあ結構強い意味ですからねさっさとやれいとかって「enough already」もういい かっっていうねね、えー、ので使ったりもします、ねはいまあ、日本語ではもういいになるか、はい、もう十分だもうたくさんだみたいなね、えー、そういった形で使うこともできますんでああなんだこういった表現もあるんだなそうです「already」っていうのはいろんな使い方が実はあるんだっていうのはですねまあ会話問題とかね段階で出てきた時にあそうなんだってね、えー、思ってね正解選べるようにしてくださいはいこの動画良かったら高評価チャンネル登録よろしくお願いします、はい えー、ウォンってやつなんですけどやっぱ勝つって思っちゃうので結構間違えやすいんですよ。例えば、えー、どういうことが起こるかというとですねまあ、サッカーとかがあったとして「昨日の試合見た日本さフランスに勝ってたよジャパンワンフランス」とかって言っちゃいがちなんですよ。ね、ワンっていうのはこれああそうそう発音ね一ですからね。こうウォンじゃないですかね。それ韓国の通貨になっちゃいますから。ね、でワンなんとかっていうふうに言っちゃいがちなんですけどウィンっていうのはですね勝ち。 みたいな感じですね何かこうフランスゲットだぜみたいな、ねえー、感じで相手を倒すっていう意味にはならないんですよ相手に勝つとは言えないんですねだからワンだったら賞を勝ち得るとかですねゲームを勝ち得るみたいですねそういう時にしか使えませんだから賞とか試合を取るんだワンダーマッチとかさそういうふうに賞だったり試合 っていうのが来るんだ、ウィンの後ろにはっていうふうに覚えておいてください。それが勝つだって言うんですね。相手が来てる場合だったら、ディフィートとか、ビートっていうのを使います。だから、Japan defeated France とか、Japan beat France とかだったら大丈夫です。こういうふうに、相手が来ている場合は、こういった形で覚えておいてください。で、ね、Opponent とかね。 I defeated the opponent. 相手を倒した。I beat the opponent ですね。ビート。まあ、まあビートだったら殴るの本当の可能性もありますけど、アポーネント。相手をやっつけましたみたいな形で使うことがあります。なんで、こういうので知っておいてください。で、opponent っていうのを間違いやすいです、ね。この opponent っていうのはう相手って覚えるんですけど、 これがやがて相手ってこれ、オポーネントってね、反対、オップ反対ですね、これね。オポーズってこれ反対する、あるじゃないですか。そうです。これですよ。反対側の敵なんですよ、これね。エネミーのことなんですよ、この相手っていうね。それを、これ、ただただ相手だって覚えてる人が多くて、私は相手に電話しましたみたいですね。コールでオポーネントとかってね、普通に作文に出てきますからね。やめてくださいね。そう。だから、和文英訳っていうのあるじゃないですか。日本語英語の直すやつ。あれで、 でコミュニケーションってていうのはよく,出てくるんです相手に思いを伝えるとかさ相手とコミュニケーションを取るとかっていう時に「We can communicate opponent」みたいなのがいっぱい出てくる、ね、間違いだらけですねでここの WithD ってついててもやっぱ変だよね WithD opponent って、ね、相手って、ね、敵敵とコミュニケーションを取るみたいなのがいっぱい出てくるので。 え作文で気相手って言った場合は、others とかさ、ねえー、他の人たち、other people とかさ、そういうふうにやればいいわけですよ。はいだから、I was able to win the game っていうふうにしてくださいね。これね、I could じゃなくて、I was able to っていうのにしましょう。で、win も厄介ですよってやつでしね、勝って何とかしたもんだっていう、would の方なんですけど、こっちの方がむずいんですよ、実は。 なのにみんな used の方ですね、注目がいっちゃうから、だからよくわかんないんですね。w o ド d っていうのはですね。まあ、I used to go fishing って言ってもいいんですけど、I would often go fishing みたいな形で言うこともできますね。この w o ド d が使える条件って実はいっぱいあるんですよ。このかつて何々したもんだっていう w o ド d だって w o ド d 自体、ほら意味がいっぱいあるでしょ。だからこいつが そのかつて何々したもんだっていうふうに分からせるためにはですね、ある条件が揃ってないといけないわけですよ。どうやってやるんですかまず、主語が人じゃないと無理です、基本はね。主語が人じゃないときには使わないんですまあ、いろんな意味があるからややこしいんだけどでね、人だからといってあまり判定できないですね、これは。そうで、意思のときに出てくるよとかっていうのでやって、まあ、擬人化されたやつは使えたけどさ、こうね、I wouldn't go とか、ね、絶対行かないっていうのを感して、ドア wouldn't open ですね、ドアは開かなかった。 ってね、いろいろあったりしたじゃないですか。えー、もう1個、ここに頻度を表す副詞がいることがほとんどですね。ね。I w i l l often っていう風に、o f n っていう頻度を表すキャラが出てないといけないことが多いですね。えー、絶対じゃないけど、自分がそもそも高校で習ったときに、教科書にはこれしか出てなかったですよ。Would often の形でしか載ってなかったですよ。ね、で、そんなこと言ってって、例外あるじゃないですか。いや、わかりますよ。それ小説とか確かたくさん出てきますよ。出てくるけど、小説にはちゃんとね、時間表現とかで、 もう分かるよようになってんですよかつて何々したっていう過去の習慣だって分かるように書いてある時には出てくるんですね。あい、だらまずいいですね。はい、こういった形で人が主語である、そして頻度を表す福祉があるで、それでもって動作同士になりますので、だからこの3つが必要なんですよ。人間がいて頻度があって、 動作同士っていうのがあるんですね。こういう時にしか使えないんですよ。だから何でもかんでも使えるわけじゃないので気をつけないといけません。ウッドですね。こういう条件があった時に、はい、よく釣りに行きましたよとかってやつです。では、それに対してさっきのやつはさっきのやつはそうですね。まず、人じゃないじゃん、もうそもそもね。There used to be a library って言ってて、Library 人間じゃないし、さらに used to be ですね、ほら。ね、汚い色になっちまった。 ってこれ状態同士ね。B e 動詞っていうのは最も有名な状態同士じゃないですか。だからこれを見た時に、あ be 同士来てるから Wood は使えない。主語は人じゃないから Wood は使えないっていうふうに思わなきゃいけなかったわけですね。はい、だからもちろん過去との対比っていうのが出てくるんですけど、こういった意味もあるっていうのを忘れないでください。 はい。で、だからここに I used to go fishing でも構わないですよ。その場合は、かつてはしたけど、今はやってませんっていうニュアンスが入ります。それが、ウッド d と used to の違いって言って、多くの人がですね、ウッド d 過去の習慣、used は過去はこうだったけど、今は違うしか覚えてない人が多いんですね。だからこのウッド d の使い方を分かってないわけですよ。ね、過去にこれやったよ、よく何々したよっていう場合は、人で頻度があって、動作同士っていうのが実はあります。で、最後。 go plus ing ですね。go, ing. だからこれ go to fishing にしないでくださいね。go fishing って言います。 はい、で、そうするとね、あなんか GoPlusING っていうフレーズですね。出てきたって言って Go、GoING っていう風に暗記しちゃう人、ね。その暗記しちゃダメですね。何でもかんでも使えるわけじゃないですから、ここね、こういうのを覚えるとどうなるかって言ったら、あ仕事に行く g o w o r k i n g とかて出てきちゃうので、無理ですとそんな風にね、言えません。g o t o w o r k だったらいいんですけど、だからここをきちんと覚えておかなきゃいけませんね。使えるものが限られてるんですよ。例えばまあ GoShopping とかって有名ですね。はい。GoShopping って知ってますよね、当然ね。<laughs> はい、そうです。ああいうやつ。 これはショッピングに。あ、まあこれネイティブが日本人が間違える英語ランキングベスト3に入りますからね。Go ショッピング、Go トゥーショッピングってなんで日本人は言うんだってしょっちゅう聞かれました。Go、ね、ショッピング、ショッピングしに行くっていうふうに、ね、よかでやるものです、基本的には。よかろうもんじゃないで,い,いですね。よかよかじゃなくて、暇な時にするものだと思ってください。だからワーク、仕事は暇な時にするものではないですから、Go ワーキングとは言わないです。Go フ s ッシングとか、Go ショッピングとか、Go ス m ミングですね。泳ぎに行く。 そういう時に使う。go-bowling ーーとかね。ボーリングに行くとか、go-hunting ですね。ハンティングしに行くとか、そういう時に使うんだっていう風に知っといてください。あ、で、ちなみに、あ、そうそうそう。これもね、質問に来る人がいるんですけど、これなんで P2 つになるんですかとかね、M2 つになるんですかって言われるんですけど、ここにシーを2つ重ねることによって、こいつアルファベット読みじゃないよっていう印です。えどういうことかって。もしこの P がなかったらですね。 1>, 1個だけだとこれショーピングになっちゃうので、これ2個にすることによってシャーペンだっていう風に分からせるんですよ。これもそうですね。これもし M が1個だとこれスワイミングになっちゃうので、I アルファベット読みになっちゃうので,で、2個重ねることによってこれは I の音じゃなくて E の音ですよっていう風に教えてくれるんですよ。 ね、知らなかったでしょ実はこの2つ重ねるルールっていうのもあったりするわけですねはいこんな感じですねでまあこの一文だけでもあなたに教えてくれることはたくさんあるわけなんですよはい、この動画が良かったら高評価チャンネル登録よろしくお願いします映画って非常に厄介な単語ですね映画って何て言いますあそうですねさ、ムービーですねもちろん知ってますねムービーが映画だっていうのは知ってると思うんですけど使い方知らない人が多いですね 映画を見に行ったとかってね言う時にさなんて言います難しいんですよこれが、えー、実はこうやって言いますね「I went to the movies」っていうふうに言いますねだから多くの人は英作文とかでもやっぱ「I went to movie」って書いちゃうわけですね、まあ、当然日本の方々は漢字を抜かすプロですから、ね、そういうふうに書いちゃうんです,ですけどはい見てわかりません、ね「ダ」もつくし「S」もつくんですよ 厄介ですね I went to the movies というふうに言います映画一本しか見てなくてもムービーズですなんで気をつけなきゃいけませんえその映画なんてわかんないじゃんわかんなくてもつけるんですね。納得いかなくてもいいんですね。あなたが納得しようが納得しまいが知ったことじゃないネイティブスピーカーにとってはです、ね so、I went to the movies っていうので覚えなければいけませんこういう表現なんだと思ってください、ね、映画が昔は一本じゃなくてセットで放映してたから 知らないですそん,なの <laughs> そんな昔の映画内容とかはわかりません。なんか今でもね日本だとねあの地方では映画2つセットとかで放映されてるんですよ。知ってました人がいないから。ねびっくりですね。都市の人たちビビりますよ。ええって三3本セットとか放映してるとこあるんですよ。さあやめましょう。えー、でこういうふうに言いますアメリカではそうアメリカではっつったってことはそうです。イギリスでだから違うんですよ言い方。かりますこんなに ってい,うふうに言いますねシネマってだからイギリス英語なんですよねアメリカではそんな使わない表現です、ねまあ、こういった場合「だ」がつきますので、えー、お気をつけくださいね。ていうか他にも言い方があって映画ですね別にこの「TheMovies」を使わないでも言えてこんなふうに言えますね「I went to see a movie」とかこういうふうに言うんだったら、ね、それ映画見に行くみたいな感じだったら「ね、あ」がつかいんですよ。やっかいでしょ「see がついた場合はさ「see a movie」にしないといけないんですよ。 変わるんだよみたいですねその理屈どうでもいいですその理屈を一生懸命調べる暇があったらですね英単語1個でも多く覚えてくださいでイギリスだったらこうやって言いますね「I want to see a film」っていう風に言うことができますねだから日本では「cinema」っていう単語も「film」っていう単語もまあよく聞くと思いますが実はこういう風にですねイギリス英語だったっていうのはあんま知られてないですねまあ「cinema」ってねこの映画館とかなんかの劇場ですね このシネマっていうのは劇場の名前にはついてませんアメリカのね、えー、何とかシネマっていうのは見るけどやっぱり映画見に行くっていう時に Went to the c みたいな感じでは言わないって言ってましたね はい、なんで実は「セネマ」や「フェヨン」っていうのはイギリスでよく使われる単語だったってことですね。で、はい、ムービーっていうのは厄介ですね。こんなねイギリス英語アメリカ英語の違いもあるとあとはそう日本だとやっぱさ動画のことさムービーって言っちゃうんだよね。YouTube のさ動画のことは「愛想アムービー」とかって言っちゃうんですけどあれビデオですからねムービーとは言わない。だからアメリカ人が日本に来て結構英会話とかで「あれ何の話してんの映画見た?」っつってたから。 え映画の話が出てくると思ったらなんかオンラインで猫がなんかやってる面白いのを見たって言ってるこの人どんな映画だああ YouTube のビデオクリップのことだったのねみたいなね、えー、そういうことって結構あるそうなんで、はい、なのでこの辺のことも注意してくださいだから意外と映画っていうのは英語で喋るとる時に面倒くさいというか厄介なものだっていうのを知っておいてください、はい、この動画が良かったら高評価チャンネル登録よろしくお願いします エンセスストとサジェストですね、えー、こうやつらは非常に厄介です、えー、なぜなら、えー、主張すると、えー、要求するの2つの意味があるので気をつけなきゃいけませんで要求するの場合はさっきやったように「ザッと s v のところ仮定法現在を取るのに対して主張するの意味の場合は「 家庭法を取りませんだからそこを押さえとかなきゃ「えー、なんでですか?」いや主張するっていうのはですねこうだと言いますってことですから、ね、言うはしろって意味じゃないですねそういうことなんですよもし主張するっていう意味が家庭法現在を必ず取るんだったらクレイムとかアサルトとかですねそういうキャラクターいるんですけどそいつらも取んなきゃいけないはずなのに取らないですねそういうことですそれに対してインゥス,ストとかディマンドは SV 原型のね形を取りますねそうだ やれっていう意味だからですよ要求するの方はやれという意味になるからなんですね。だこれはあんまり知られてないので注意してください。で、サジェストの方は提案するの場合は家庭保険でつまり原形を取るわけですよ。that.sv ね。それに対してほのめかす。まあ imply みたいな、ね、意味で使う場合は。 家庭法現在は取らないわけですよ。なんで注意が必要ですねそう。意味によって変わるんですよ、こいつら。だから気をつけてください。提案するっていうのは、それやった方がいいよって意味のは、ほら、やれっていう意味になるから、だから家庭法現在取るわけですよ。家庭法現在っていうその原型を取る場合は、やれっていう意味になる時だけなんで、ね、だからこういうふうになるんです。はい。The teacher insisted that the students be on time. というのは、これは。 オンタイムになんなさいっていうふうに要求してるわけですね。そうしなきゃダメだよって言ってるわけです。それに対して、The teacher insisted that the students were on time とも言えるわけですよ。ね、これだったら普通に過去形が使われてますね。だから主張をするです。そうだから生徒たちははい、時間通りだよっていうふうに主張したっていうことなんですね。で、The teacher suggested that the students study hard っていうのは、これはわかりますね。suggested って過去形来てるけど、 原型取ってますねそうだからこれはそう提案するですね。では生徒たちに、ね、一生懸命勉強しなさいよっていうふうに提案しましたっていうふうになります。それに対して、あんまり先生がほのめかすとかって、いうのはまあサジェスト出てこないので、サジェストっていうと物事のことが多いので、えー、ほのめかすの場合ね。うん、だからこっちら Their grades は成ましょう。 これもやりましたね。成績がこれをほのめかしましたよ。はい、何をほのめかしたの？って言ったら、スティーデンスストーリーですね。ほら、もう過去形になってますね。勉強した一生懸命勉強したっていうことを示しましたよ。ほのめかしましたよ。ってことですね。だから成績見てあこれいい成績だから、これはきっと生徒たちちゃんと勉強したんだなっていうね。一生懸命やったんだなっていうのを示したっていう風うになるわけですね。 でこういうふうに意味によって形が変わるわけですね。だからやれっていう時になったら原型取るんだって覚えておくといろんなことで応用できるようになりますので、えー、ぜひこれらは知っておくといいでしょうね。はい。この動画良かったら高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。はい。高評価とチャンネル登録をしろ。やれ。じゃあ今回ですね、このネセサリーから語源ちょっと見ていきたいと思うんですが、まあねっていうのがこれですね。否定を表すと。 まあ、ノーとかですね。ニゲイト、ニゲーションとかなんですけど、セスっていうのがですね、これが進むであると。進む系の単語は非常に多いので、p r o プロ s ス、同士にすると Proceed ですね。進むっていうやつね。とか、Success Succeed っていうやつね。で、r o が前でしょ。セスが進むですね。だから前に進むプロシード。その進んでいったプロセス。で、サクは下ですね。サブと同じ。sub と同じですね。下に進んだっ っていうのが元々の意味で、だから succeed には成功するっていう意味だけじゃなくて、引き継ぐ、受け継ぐっていう意味がありますね。あれだから下に進んだからですよ。で、うまく引き継ぎがいったよっていうのがサクセス成功ですね。で、それに対して引き継ぎの方受け継ぐ方は succession って言いますね。こうやって下にどんどん受け継がれていくっていうので使うやつですね。で、そういうのはいっぱいあるわけですよ。山ほどあるからどっかよ、ね。アクセスっていうのもそうですね。そこを進んで、 そこに到達するアットアップアックっていうのはラテン語とかフランス語の to を表すんでそこに着きましたよっていう意味ですね。Have access to とかねそういうのが出たりもしますね。他にも Recceed だったら後ろに進むわけですよ。だ交代する、ね。髪の毛がこうだん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 ね交代していくことも r e c e d i n g とかって言ったりするすけどだから不況のこと Recession って言ったりしますね。それを景気が交代してるからですね。景気交代とか言ったりするし さっき言ったこれが c o n c e s e ですね。c o n c e s e が譲歩するとか譲るっていう意味ですね。concession といえば譲歩。はい。でこれがまあ2を表すから2人がどうぞどうぞってねやったっていうのもあるけど、わかんないです。実際語源は本当は <laughs> そのあのいろんな説があってこれどれが本当なんだろうっていうね分かんないんですけど、はい、こういうので seed っていうので出てくることもありますので他に何があるかな。はい エクセス過剰とかっていうのがありますね。X が外だから、そこ,こを過ぎちゃってるよって,ってですね。これもまあ動詞で同じようにエクシードとかね、超えるとかっていうのもあったりするし、あ、プロシードが進むに対してね、プレシードっていうの、ね、をこう先行する先にあるとかっていうね、これが出てきたりもするし、だから本当にいろんなキャラクターがこのね、進む系っていうのはあるんですよね。こんな感じですね。5ゲームでね、いろんなのをね、することができるわけですね。 あ、アプライっていうのはですね。プライっていうのがまおるっていう意味ですね。 で、アップとかアットとかアックとかすが何とかにとかどこどこの方向にっていうのを、ね、表すのでそっちの方向におるんだよっていうふうに言います。で、ただまあ入試問題で皆さんが有名というのは知ってるっていうのはなんか応用するとか適用するみたいなのがえ有名だと思います。まあすでにね授業の中では出てきたと思います。アプライ a to b とかアプライ To 何々みたいなんで有名だと思うんですがまあもともとのね意味をちゃんと押さえておきますね。そっちに向かってこう折るんだっていうところから貼るとか 塗るとかですねそういった意味でも出てきますねだから apply the paint to the wall とかね、えー、この壁にペンキを塗るとかそういった意味でも出てきますねそうた春や塗るっていう意味があることを知っておいてくださいで応用する適用するが有名なんですけど今回みたいにですね apply o プライ・ e p o s ポジションとかっていう風に出てくることもあるので押さえておいてくださいですね。その職に申し込むってやつですね。ここには職、まあ、イギリス英語だったらポストなんていう風に言うこともありました。l プライ・ e ポーストみたいな感じで言うこともあるんですが、その職に応募するってやつです。で、結構質問が来るのが、これが分からんと。 ね、Apply to the company ですね、えー、会社の場合は2になるそうここがわからないよって結構言われるんですがまあ簡単です「4」for っていうのにはですね「求める」っていう意味があるのでイメージとして「あ その仕事、その職を求めるんだなっていうふうに分かればいいです。それに対して Apply to the company、会社に応募するの場合は、あその会社の方にこう応募をおるイメージを、ね、持っておいてくださいあ。応募するんだなで大丈夫です、はい。これで覚えておけば間違いないですから、あ職を求める、仕事を求める。だから、かここに仕事とか職が来た時は求めるだし、会社とか会社名です、ね、が来た時は t o なんだなっていうふうに覚えておけば大丈夫です。ただし、大学の場合は両方言えるので気をつけてください。Apply for Harvard でも apply to Harvard でも構いません。どっちでも OK なので一応知っておいてください。前にね、その大学関係でね、働いているその申し込みをね、担当する人が f o u だったり two だったりするんですけど、どっちなんですかって言ってね、えー、質問されたことがあるんですけど、その大学の場合はどちらでも構いません。両方見かけます。ということですね。はい、こういった形でです、ね、今までやっていきましたが、えー、これで説明することはすべて終了になります。はい、長い間ですね。もう何個？九十ぐらいやったのかわからないですけど、はい。 かなりたくさんやりましたので、えー、ぜひですね、こちらを最初から見直してでもいいですから、えー、復習していってもらえればなと思います。はい、こういった形でこんな動画良かったら高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。